ラジオ伊集院光とラジオと6月28日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。今日はのっけから、はい、月のバランス、月のバランス、ずっとついてない人なんていないと。ほうほうほう。ずっとついてなかったら、その後今度はついてる日が続いたりとか、うん、まあいいことあったら、まあ悪いことがあったりとか、はい、まあなんとなくバランスが取れるもんだと、うん、まあ僕は思ってる。はい。でね、何から話せばいいかな。先週草野球の試合があったの。はい。で、草野球の試合でも最終回まで2対1で勝ってて、うん、でいて、2アウトポンポンって取って、で、内野ゴロエラーが出てランナー一人出たんだけど、うん、またツーストライク取って、はい、これで終わりっていうところでサヨナラホームラン打たれた。ね。で、もう十中八九勝った試合だったんだけど、もうちょっとこう膝から落ちる感じの、はぁ、なんであのバッターにインコース投げんだよ、みたいなことがあったの。はい、で、その二日後に、うち、ん、で勝ってる18歳の老犬が、手術をしなきゃなんなくて、はい、で、やっぱりこう、老犬の手術だから、こう、麻酔はもう、言い方悪いけど、で、その麻酔に体が耐えられなかったら、それ起きてこないかもしれないみたいな、手術なわけ。もうそうなってくると、がぜん、あそこでサヨナラホームラン打たれてるから、俺はもうここ運が溜まってるっていう。あの試合負けてるから、あんなひどい負け方してるから、運が溜まってるってもう思い込むことにして。だ犬の手術はまあ成功して、まあ経過観察はしてんだけど、ちゃんと起きてきて、でいて、お医者さん的にもまあ手術的には成功しましたってなった途端に、その打たれたピッチャーにメールしてありがとうと。あそこでお前がいい球を投げてたら、もしかしたらうちの犬はもういないかもしれないから、今度なんかおごってやるっつって、ね、すごい複雑な気持ちになりますね、うん、うん、やっと忘れかけてるのにで使ったってやっと忘れかけてる時になぜか先輩からホームラン、さよならホームラン食らってくれてありがとうっていうまあメールが来るっていうそんな、あー、ね、分かる気がします。なんかそう思わないとってとこもあるしね、なんかね、そうですね、嫌なことあった時にね、あった時にね、まあまあよかった。まあ18、犬ももう18でミニチュアダックスなんで、もうボロボロなんですけど、まあできるだけのことはしてやろうかみたいなことでしてんですけど、今朝も普通にちょとんとして、また奇跡を見せてもらう感じで、毎日が奇跡ですね。いや本当本当ね。いつ急に急に寝てんの、どうした、あ、死んだ、でも全然おかしくないんですけど、うんうんうん、まあ、今日も一日記録更新してきましたね。さあ、そんな中今週のメッセージテーマ、新井ちゃんからお願いします。はい、今週のメッセージテーマは先週に引き続き雨の日の思い出。まあ雨もどんどんね、季節的には増えてきますんでね。ラジオネームバロン森久三郎さん、バロン森久三郎さん、東京都、58歳男性の方。先日江戸川の話が出ましたが、まあ江戸川がこうよく水が出たっていう、ね、で僕の生まれる前あたりの荒川区もよく水が出た、この58歳のバロン森久三郎さんが子供の頃に川岸に住んでいた目黒川も、うん、私が20歳の時に川底を深くするまで毎年のように水位が上がると下水が溢れて床下浸水をしていた、子供の頃は水位が上がってくると友達と橋の上から網でなぜか川上からたくさん流れてくる野球のボールをすくっていましたが、何なのかね、川上に多分野球のグラウンドとか土手っぺりの場所があって、そこにこう入っちゃってるボールが多分一斉に流されてくるんだろうね。ああああ、だから水位が上がるとボールだってことなんだね。すくっていましたが、うん、中学生になり水位が上がってくると、以降の授業が中止、で私たち目黒川川岸組は、うん、すぐに家に帰って土のうを積んだり、あ、そうですよね、大人の手伝いをする。その目黒川が今や人気の観光スポットになるなんてね。ああ、桜がね。そうだよね、うん、
だ相当だから東京は特にこう何箇所か水に弱いところがあって、でかなり治水をやってある程度良くなったんだけど、でもまた気候が変わってゲリラ豪雨とか出てきて、ねえ、ちょいちょいまた水上がるようになってっから、うん、なんかこう自然は繰り返すっていうか、今年もね、そういう地域の人、そうじゃない地域の人もちょっと気をつけなきゃ。そうですね。だね、うん。さあ、じゃあ宛先お願いします。はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、ファックスは0355620954、0355620954、また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。はい、おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト、はい、果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、それと言っておかなきゃいけないのは、うん、こう朝の AM ラジオ生放送って意外にこう時計代わりに使ってくださってる、カレンダー代わりに使ってくださってる方が、はい、まあまあいらっしゃると思うんですけど、コーナーの曜日変更がありまして、いつも月曜日にやってる子供電話相談室が今度木曜日行くことになりまして、はい、でいて木曜日にやってるキーレ君と一緒のパラスポーツとのコーナーが、うん、この月曜日に移りまして、はい、でなので急にパラスポーツと始まって木曜みたいな、あともしくは子供電話相談室聞き終わったらこういう家事をしようとか出かけようと思ってる人がいつまでも始まらないから家にいるみたいなことがまあありませんようにということで、はい、TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーにはお笑い芸人で音楽プロデューサーの小坂大魔王さんが登場。下積み時代のお話からピコ太郎さんとのお話までたっぷり伺います。ここで日本うまみ調味料協会からお知らせです。皆さんのお好きなお料理は何ですか？そのお料理はなぜ美味しいのでしょう？実はその美味しさ、うまみが鍵を握っているかもしれません。うまみは甘味、酸味、塩味、苦味と並ぶ5つの基本の味の一つ。昆布、ブロッコリー、トマト、チーズなどに多く含まれている旨味成分グルタミン酸の味です。その旨味成分をお料理に使いやすくしたのが旨味調味料です。サトウキビなどの天然の植物を原料に発酵の力で作られています。そして健康のために減塩したい方に朗報です。うまみ調味料を上手に活用するとお料理を美味しく減塩することができます。さっと一振りでお料理をぐっと美味しく。詳しくはうまみ調味料で検索。日本うまみ調味料協会からのお知らせでした。こんにちは、浅田真央です。私も愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえるんです。肩、腰に優しいマットレスに快適な枕、座り疲れを軽くする座布団、すべてカバーも中も洗えてずっと清潔です。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかも。なぜならカードの支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士福間直也。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時39分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。各地の川で鮎漁が解禁になっています。そこで今日はこんな問題、うん、漢字2文字で鮎という字に並ぶと読む波と書く魚、うん、一体何でしょうか？なんだろう。あゆ、あゆに、あ、う、ゆ、ん、に並ぶ。うん、あゆっぽいってことなのかな。あゆ風。答えは。カペリン、カペリン。カペリンって何？カペリンって今、安く出回ってるあゆは、あゆじゃねえ、あとししゃもの、
安く出回ってるシシャモは全部カペリンっていう熱帯魚で、シシャモじゃないんだ。だから、まあなんかそういうさ。じゃ違います。はい、外来魚かなと思って。はい。ブブ。さあ、ということで答えは、アユとは関係のない海の魚、アイナメです。というのも、アユは川で餌の縄張りを作ることで知られる魚で、アイナメも同じように縄張りを作るそうなんです。そこで、アユのような魚ということで、アユナミと呼ばれ、次第にアユナミ、アイナミ、アイナメに転じたということなんです。いつもこういうの疑っちゃうんだよね。名前のついた語源とか諸説出てくるじゃん。はい、でまあ多分これ漢字だから、うん、それ文献が残ってたりするんだろうけど。はい。あの、ウィキペディアとかに書いてある芸名の由来とかも大抵デタラメじゃん、なんか。だって自分のことでも、はい、もう自分がラジオでデタラメ言うから、うん、そのデタラメが公式になってって、あの、本当のことみたいになっちゃってるやつとかいっぱいあるから、はい。いまいち信じられないんだよね。うん。さあ。あゆなみが、アイナメになったの。どなまんなくていいじゃんね。なんでなまるんだって話だもんね。謎。うん、さて、今の時期ならアユをいただくなど、四季折々に旬を楽しむ暮らし、やっぱりいいものですよね。自然を身近に感じる暮らし、お線香は自然な香り、日本香道の語り部です。ラベンダー、白梅、桜、バラ、カーネーションの花の香りのラインナップ。いずれも煙少なく、残りが爽やか。お線香は自然な香り。日本香道の語り部をどうぞ。日本香道からのお便りでした。さあ、変わってメッセージテーマ、雨の日の思い出。先週から引き続きです。ラジオネーム、ムーンライダーさん、63歳。以前、所沢に住んでた頃、西武ドームにまだ屋根がなかった。うん、だから、雨でナイターが中止になる。うん。で、雨でナイターが中止になると、夕方から所沢の駅で、野球観戦用の弁当を半額で販売してた。あー、なるほど。そっか。何万人が来なくなっちゃうから。うんうんうん。雨の日は奥さんが買ってくるその弁当が楽しみでした。昔西武ドームじゃない頃のライオンズ球場なんか豪華なお弁当があったような気がする。ちゃんと中華料理屋さんが入ってて、そりゃそうだよね。だって5万がゼロになっちゃったりとか3万がゼロになっちゃったりとかすんだもんね、うん、へえ、他の球場とかもやってんのかな。そうですよね。だって神宮とかも向かう途中に出店が結構ありますよね。焼きそばとか。だし、あの売店もね、神宮の中の売店とかもそうだよね。へえ。さあ、そしてラジオネームママスケさん、37歳、女性の方。昔実家の庭で飼っていた犬のことを、思い出します。雨の日、水嫌いでシャンプーされるのが大嫌いだったのですが、雨はさほど気にならないようで、誰か帰宅すると雨の中犬小屋から出てきて迎えてくれる。でもこう飼い主を上を見上げると雨粒が目に入るので、目を細めてパチパチと瞬きを多めにしてる姿が可愛かったなぁと思い出します。あと、なんか濡れた犬の匂いも懐かしいです。あ、外犬の濡れた犬の匂いってなんかあるね。なんかね、あの俺だけかな、これ濡れた犬の匂いする歌詞ない。歌詞、アメリカの歌詞なんだけど、なんかこう、これ濡れた犬の匂いするなっていう歌詞。わかんない。ちょっと香ばしい匂いするやな、犬の匂いってさ。わかんない。ちょっとさ、なんとろ、スナック菓子みたいな匂いするんだけど、多分わかんなくて、多分俺だけだろうなと思って、まあまあ言ってますけどね。私、頭皮が臭くなると、なんか犬の匂いだなって思います。まあまあ、人間も、そう、結局タンパク質の匂いだろうから、多分一緒なんだと。それは多分ほぼ近いよ。多分、これ猿、これ人とかではないと思うね。猫とかも、近くで嗅げば一緒なんだと思う、うん、で犬が一番身近だから、あ、これ犬の犬の匂いだって思うんだけど、うわー、私嫌だな。今度犬の匂いのその歌詞見かけたら買ってくるから。ぜひぜひ、ね、美味しくは、もうもはやそう言っちゃったら美味しくは感じないと思うけどね。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマは雨の日の思い出。梅雨真っ只中、あなたの覚えている雨の日の思い出を教えてください。はがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで。
星雲それは君が太平です。晴れ渡る夏空に向かってさあご一緒に歌いませんか。こんな晴れやかな気持ちで迎えたい。もうお盆です。お線香は煙の少ない星雲バイオレットをどうぞ。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。お待たせー、カー君どうしたの、これいい車だよね。じゃーん、マスダオートで買っちゃった。すごい、ドライブが楽しくなる。憧れの車を手に入れたのはマスダオートの中古車、首都高鹿浜橋インター近くと三郷インター近くに4店舗、新車よりコスパ、マスダオート。ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は8時46分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は雇用環境整備促進奨励金と保護者のためのオンラインセミナー企業説明会についてお知らせします。はじめは雇用環境整備促進奨励金のお知らせです。東京都は今月末までだった新型コロナウイルス感染症緊急対策にかかる雇用環境整備促進奨励金の申請受付を10月31日日曜日まで延長しました。対象は都内に雇用保険適用事業所がある中小企業などで、一つの事業所に10万円を支給します。交付には次の2つの要件を満たす必要があります。1つ目は国から雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、両立支援等助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金などいずれかの支給決定を受けていること。2つ目は非常時における雇用環境整備に関する計画を作成し取り組むことです。奨励金を希望される企業は東京仕事財団のホームページで詳細を確認し必要書類を郵送してください。なお昨年度この奨励金を支給された事業所は申し込むことはできません。詳しくは土曜、日曜、祝日を除く日の午前9時30分から正午まで、または午後1時から4時30分までの間に東京仕事財団電話0352112315、0352112315番までどうぞ。続いて保護者のためのオンラインセミナー企業説明会のご案内です。東京仕事センターのヤングコーナーでは34歳以下の求職者の保護者を対象にした保護者のためのオンラインセミナー企業見学会、就職をサポートできる保護者になるためにを開催します。日時は7月10日土曜日の午後1時から4時までで、 YouTube でライブ配信します。第1部のオンラインセミナーでは若者の就職活動支援に詳しい専門家が東京の採用マーケットなどを解説します。第2部は日本の企業の 99% 以上を占める中小企業の魅力に触れるオンライン企業説明会です。社員育成を大切にする老舗 IT 企業の社長がチャットで寄せられた皆さんの質問に答えます。我が子の働く姿をイメージしながら保護者としての不安が解消できる内容です。参加を希望される方は東京仕事センターヤングコーナースペシャルサイトからお申し込みください。参加費は無料です。詳しくは月曜から土曜の午前9時から午後6時までの間に東京仕事センターヤングコーナー電話0352116351、0352116351番までどうぞ。東京都は島しょ部と多摩地域の一部を除きまん延防止等重点措置を実施しています。引き続き都民の皆さんには医療機関への通院や食料品の買い出しなど必要な場合を除き外出はしないようお願いします。
トミーニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。トミーニュース東京都がお送りしました。再春館製薬所の通酸湯はどんな痛みに効くの？と思われている方、通酸湯は神経や関節炎などの痛みを緩和します。立ったり座ったりするとき腰や太ももに痛みが走る、四十肩で思うように腕が上がらないなど痛みでお悩みの方にご利用いただいています。もっと詳しく知りたい方のために無料試供薬と商品のことを詳しく説明したカタログをご用意しております。まずはお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-305-305 305-305 再春館製薬所まで。朝8時から夜10時まで受け付けております。通酸湯は指定第2類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。ドコモ虫さん代表です。借金をしているあなた、払いすぎた利息が返ってくるケースがあるんですよ。過去に借金をしていたあなたも、そう、カードや明細がなくても大丈夫なんですよ。電話をすればおよそ5分で無料診断ができるんです。調査は無料で、過払い金を取り戻せなきゃ費用はかかりません。調べて過払い金がなくても無料なんですよ。大切なあなたのお金だ。迷ってないで。さあ、ガイア総合法律事務所 0120-077-557 0120-077-557。東京2020交通規制のお知らせです。江ノ島、鹿島、伊豆など都心部以外の会場周辺でも渋滞や混雑が予想されます。お出かけの際はマイカー使用の自粛や経路の変更にご協力をお願いします。詳しくは公式ウェブサイトへ。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は8時52分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、おはようございます。おはようございます。高速道路はまず通行止めの情報です。外環道はトラックの火災のため三郷南と高野ジャンクションの間、8時35分から両方向とも通行止めになっています。外環道は三郷南と高野ジャンクションの間が両方向通行止めです。ご注意ください。他は千葉の京葉道路上りはバラキインターで車3台の事故処理中です。2車線を規制、9キロの渋滞で幕張から50分。都内の一般道は晴海通りの下りが中央区の勝どきで事故のため3キロ、日比谷から50分です。以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時17分頃お伝えします。ノー、なんだ紛らわしい。わしとタカは同じ種類の鳥でな。嘘、大きさの違いで呼び名が変わるんじゃ。紛らわしいな。広告の紛らわしい、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 0335412811、 または JALO で検索。坂道を色気より食い気に走らせる憎いやつ、伊香保温泉入り口正方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな。正方亭の湯の花まんじゅう。南海県立の山里亮太です。私山里が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中です。7月は北海道、岐阜県、高知県、青森県にお邪魔します。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。皆様のご来場お待ちしてます。大道生命プレゼンツウォーキング宝くじに今すぐエントリー。はがきかメールを送ったら、あとは生放送を聞いて電話を待つだけ。郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオとウォーキング宝くじの係。メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp です。
住所、氏名、電話番号と当選したら何に使いたいかも書いて送ってください。1回のエントリーの有効期間は1ヶ月です。ウォーキング宝くじは毎週月曜日、ぜひ生放送でお聞きください。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは10万歳のお言葉、そして木曜日からお引越しのチームビヨンドプレゼンツ伊集院光と喜入智博とパラスポーツと、9時40分頃からは大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ、10時からのゲストコーナーにはお笑い芸人で音楽プロデューサーの小坂大魔王さんが登場。10時40分頃からは桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。さあ、今週のメッセージテーマは先週に引き続き雨の日の思い出ということですが、川口市ラジオネームおかずバナナさん、53歳男性、マクラーレンホンダでセナプロとだ、セナとプロストをセナプロっていうのかな、セナプロが大活躍していた頃、初めて F1 を見に行った鈴鹿サーキット、ここで雨に降られました。雨のサーキットはみんなの妨げにならぬよう基本カッパとかポンチョで観戦するのですが、私の斜め前に傘を差しながら、しかも透明ではなく黒の、黒の傘を差しながら見てるカップルがいて、ものすげえ邪魔でした。思い出すんだね。初めて見に行ったのにっていうね、ものすごく邪魔でした、そのためあちこちから声にならぬ不満が、ブツブツと聞こえてきたので、私も小さい声で見えないんだけどなとか言ってみたんですが、彼氏がないとでも気取っているのか、彼女の髪が濡れちゃうんでなどと抜かして傘での感染をやめようとしません、そんな時後ろの方から、バカ野郎見えねえじゃねえか、今日のために会社休んでこっちは遠くから来てんだよという怒鳴り声がもう切れちゃったんだねが聞こえてきてびっくり、そしてそれをきっかけに多くの人が、あ、俺も文句は言いたいという空気になり、あちこちからそうだそうだと大合唱もちろん私もそれに乗って、みんな濡れてんだぞと言ってたら、ナイト気取りの彼氏が気まずそうに傘を畳んで一段落と、無事レースを見ることができてよかったんですが、なんだか後味が悪かったです。まあそうだよね、まして F1 で雨降ったら、それこそその路上の関係で何が起こるかわかんないから、よりこう目が離せないような状況になるんだろうから、そこでなんかみんなちょっとストレス溜まっちゃったんだね。スポーツ観戦の時は雨がっぱを忘れないようにしましょう。そうね、俺雨がっぱってのがダメでさ。そうなんですか。結局この時期雨降ってくるから、雨がっぱ着るとさ、サイズもそうなんだけど、雨がっぱ着ると中が蒸しちゃって、雨降ってると同じぐらい汗かいてびしょびしょになっちゃうんだよ。なんまあいいか別に、つって別に傘もささないで結局、まあどっちにしろ濡れるしっていう感じに個人的にはなってますね。ラジオネームマルチさん、54歳男性、雨が降ると思い出すのは小学生の時に母が私に、うちに咲いたアジサイを学校に持ってきなさいという、で持ってって学校の花瓶に花を生ける、当時私は男の子が花を持っていくのは恥ずかしいことだと思っており、ちょっとわかるかな、嫌な気持ちでした。今思うとクラスの中に少しでも季節を感じられるようにと思って持たせたんだと思います。まあ最近あまり季節感を感じることないですもんね。そうね、確かに。なんかうちとかでも机の上にこうアジサイとか飾ってあったりとかすると、ありがたいっていうか、なんかちょっと ねいい気持ちしますけど、でもなんかわかるな、子供の頃ってさ、なんか男だ女だをめちゃめちゃ気にするからさ、なんかこう今思えば全然いいことなんだけど、かっこ悪いと思ったりするのはなんとなくわかります。青春の思い出ですね。はい、ありがとうございます。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの新井真紀です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、清原正弘アナウンサーからお願いします。はい、まず6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスについて、昨日全国で新たに1283人の感染が発表されました。このうち東京都の新たな感染者は386人で、8日連続で前の週の同じ曜日を上回り、再拡大の兆しが見えています。昨日はこの他に神奈川で204人、千葉で108人、大阪で96人などの感染が判明しています。また死者は10人で、重症者は前の日から10人減って567人となっています。西村経済再生担当大臣は昨日のテレビ番組で、新型コロナウイルス感染再拡大の兆候が見られる東京都などに対し、今後の推移によっては再び緊急事態宣言を発令する可能性を示唆しました。西村大臣は、高齢者の感染は減少しつつあるとする一方で、20代、30代の感染をどう抑えるかが課題になっていると指摘し、同時に酒類提供の再停止などを検討する考えも示しました。東京都は昨日夜、過度の疲労で22日から静養中の小池知事が、今日以降も入院を続け、さらに数日間公務を外れると発表しました。医師の判断によるもので、復帰の時期は未定です。知事の代理は引き続き多羅尾副知事が務めます。新型コロナウイルス対策の国の給付金およそ550万円を騙し取ったとして、経済産業省のキャリア官僚2人が25日逮捕された事件で、2人は申請に使ったデータの証拠隠滅を経産省の省庁内で、庁舎内で相談していた疑いがあることが分かりました。2人のうち千代田区に住む男のマンションの家賃が1ヶ月分の給与を超える額だったことや、複数の高級会社に乗っていたことも分かり、警視庁は給付金の使い道などについてさらに調べを進めています。アメリカのトランプ前大統領は26日、1月の退任後初となる支持者集会を中西部のオハイオ州で開き、2024年の大統領選挙への出馬も視野に本格的な政治活動を再開しました。トランプ氏は集会で、バイデン大統領がアメリカを破壊していると批判した上で、議会上院と下院の多数派を中間選挙で民主党から取り返し、アメリカを奪還すると強調しました。テニスの元世界ランク1位セリーナ・ウィリアムズ選手が27日、翌日から始まるウィンブルドン選手権を前に行った会見で、東京オリンピックを欠場すると明らかにしました。理由については、今日はそれについて話したくないなどとして明らかにしていません。来月から始まる東京オリンピックをめぐっては、テニス世界ランク3位のナダル選手も欠場を表明しています。以上ニュースをお伝えしました。清原正弘アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、家族がほっと一息つけるくつろぎの空間と彩りのある暮らし、あなたのお好みに合わせて豊富なコーディネートをご用意。モアカフェで一息を入れながらゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。いいものここから東京インテリア。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はジャーナリスト青木治さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。まあ、リバウンドがもう始まってる、始まりかけてるという人もいれば始まってるという人もいますし、うん、今日毎日新聞で感染症学が専門の吉田浩一郎近畿大学教授はこう言ってんですね。リバウンドの兆候と言ってる場合じゃないと、うん、早めに人の動きを止めなければ第5波がやってくるというような、こう本当に危機を警告をしている感染症の専門家もいるんですね。なので
どうなんでしょうかね、オリンピックってものを睨みながら、もうこれリバウンドが起きてるっていうふうに捉えるんだったら、早く動いた方がいいし、先ほどニュースがにもありましたけれども、緊急事態宣言っていうこともね、視野にっていうようなことも考えなきゃいけないかもしれないですよね。で、これ緊急事態宣言が再宣言出されたとしても、もうオリンピックはやる。まあ、あの政権はそうですよね。ただ、まあ、そうなってくると、今度は、観客を入れるか入れないかっていうですね、はい、緊急事態宣言が発令されたら、さすがに無観客にせざるを得ないんじゃないかっていう指摘もありますし、まあ、この辺になってくると、また IOC との、こう、の意向との睨み合いところになってくるでしょうね。でもなんかこう、着々と、一部の人の思惑通りになってきたなと思うのは、やっぱりもう中止だとか延期だとかは、それこそ今日朝日かな、世論調査みたいのをすると、まだまだ言う声はあるんですけど、でもニュースやなんかには、登らなくなりましたね。結局だから、その人数制限をするかどうかのとこばっかになってきましたね。まあ当たり前ですけれども、政策のこう、アジェンダっていうかね、はい、こう舞台を決める力っていうのは政権、政治にあるわけで、もうやるんだってなったら、もう各紙の世論調査も今はもうすっかり無観客か有観客かっていうことを聞くだけになっちゃいますよね。だからずるずると引きずられて、こう既成事実化していく。ただね、まあ毎回申し上げてますけれども、とてもまだ無事に開催できるかどうかはわからないと思いますね。そうですね、うん、でそんな中ね、それこそ丸川五輪担当大臣、はい、五輪オリンピック担当大臣とかが、うん、結局その規制を、その人数規制をするのの権限が知事にあるみたいなことをまた言うんですね、うん、はい、でいて、それがどれぐらい本当なのかわかりませんけど、うん、そうなってくると、まあご病気なんで、ご病気というか体調崩されてるんで、はい、小池知事が休まれることはこれはもう仕方がないと思うんですけどね、うん、仕方がないと思うんですけど、うん、ならば副知事なりにきちんとその渡すところを渡して判断をしてもらわないと、ちょっともう、間に合わなくなっちゃうような気がするんですけど、ね、小池知事これまでも非常にそのこう、まあ、ある種政治的というか、はい、な動きをしてきた方なので、こう、まあ、具合はおそらく悪いんだと思うんですけれども、単純に具合が悪いんでしょうっていうふうに思われないようなところ、今ね、まあ、上手に動いてきたんで、今まで、その、僕はいろんな意味で、この人は選挙の上手い人だってイメージをずっと持ってきたので、そういう動き方をしてきたので、全員が素直に、あ、ご病気なんで大変ですねと思うかっていうと、ちょっと難しいですね。そうなんですよね。で、しかも今、都議選がね、こう、告示されていて、まあ、その、小池さんのがなかなかこう表立って動けないようなところもあるので、そういうふうにしてるんじゃないのっていうか、病気ということで公務外れてんじゃないのって思われるところもあるんですけれども、ただわからないんですね、うん、ただでも伊集院さんおっしゃるように、その東京オリンピックってものをこう間近に控えた、まあ、開催都市の、トップが不在ということがこれでいいのか、本当に様々判断しなきゃいけないわけでね、だから、はい、ある程度病状をきちんと明らかにした上で、そのやれるのかやれないのかっていうあたりは説明させる、しなくちゃいけないんじゃないかと思いますけれどもね。多分、ご病気が深刻であれば、それを休んでもらうんでいいんです。休んでもらうのでいいんですけど、太良尾副知事でしたっけ、はい、にどこまで権限を譲るかっていうことを、僕はちゃんとはっきりさせて、今の判断基準はいませんではなくて誰なんだっていうことをはっきりしないと、うん、本当に日一日手遅れになってくような気がして、それは、ね、はい、おっしゃる通りだと思います。だから、繰り返しになりますけども、オリンピックの観客だけじゃないですね。開催都市っていうか、はい、まあ、本当の意味では一番、こう、責任者と言ってもおかしくないわけですから、その知事がいない、不在っていうことになってくると、じゃあ、どこに責任があるのか、誰が責任を持って判断をするのか、というあたりは、明らかにしておかないと、後になってまた、誰の責任だ、あいつの責任だっていう話になっちゃ困りますよね。で、ちょっとね、素朴な疑問なんですけどね、昨日かな、シンガポールのバドミントンの選手たちが、はいはい、まあ、国内入りをしてきて、で、いて、街とか、その、合宿に入る、地域の人たちにこう、テレビでインタビューしてるんですね。で、そうすると不安ですね、とか、もしくは、不安がないわけじゃないんですけど、頑張ってほしいですね、みたいなインタビューをしてるんですね。で、これちょっと、間違ってないかと思うのって、シンガポールってかなり封じ込めに成功して、多分、1日に感染者20人みたいなところまで、頑張って抑えてきて成功して、今現在は成功してる。
ところの人たちに、むしろ日本に来るの不安じゃないですかっていう話を聞くべきなんですけど、うん、バブル方式だとそういうインタビューも難しいんですか、ね、そうなんです。だからこれね、取材の問題って出てきてね、例えば今回のウガンダの選手たちにしてもね、はいはいはい、もしかすればインタビューすればね、何言ってんだと、その空港でちゃんとこうピックアップしてくれれば、俺たちね、もっとこうきちんとできたのにっていう不満を持ってるかもしれないですよね、日本の対応に対して。あるいはおっしゃるように、シンガポール、ニュージーランドみたいに感染をある程度抑え込んでる国の人、国地域から来る人にしてみれば、逆に日本怖いよねっていうふうに思ってるっていう、その本音が、バブルってことになると、その安心安全のためだって言われて仕方ないけれども、メディアの立場からすると取材ができないので、うん、本当のところどうなんだろうっていう声が取れなくなっちゃう、逆に言うとそれが伝わらなくなっちゃうっていう問題点はやっぱありますよね。そうですね、うん、さあそれからちょっと許せないと思うのはですね、これはね、給付金を騙し取る官僚っていう、しかも経済産業省の官僚ですよね。これ要するにコロナ対策のこう給付金なんですよね。それで、はい、これつまりその迅速にこう配布しなくちゃいけないで、実際は迅速じゃなかったんですけれども、迅速に配布しなくちゃいけないっていうことで、ある種こうなんていうのかな、こう穴もあるかもしれないっていうシステムだけれども、迅速さを優先したっていうシステムを作ったのが経産省、うん、でその経産省の官僚、しかもキャリア官僚がですね、それもね、これ経済産業政策局っていう一番花形部署にいたこのキャリア官僚がそれを悪用して、この家賃支援給付金っていうのを騙し取っていた、550万円ってことなんですけれども、ちょっとこれは許しがたいですし、最近のその、まあ、忙しいっていうことと政治主導っていうことで、ものすごくこう、うん、官僚がこういろんな責任を取らされるっていうようなことによって、こうどうも官僚人気っていうのが下がってるようなので、ひょっとするとこう官僚の劣化ということが起きているのか、あるいは前政権からこの経済産業省っていう役所はもう本当にその過去の政権にないくらい経産省の役人がこう政権に登用されていたので、ある種のおごりみたいなことが起きているのか、いずれにしてもちょっとこれは上記を逸した許しがたい犯罪ですよね。僕の考え方だと、うん、こういう発想ってなんていうんですかね、反社会的組織とかの人たちの考える発想で、そうですね、こういう国がこういう補助金の制度出したぞって時に、うん、おい、ここをこういう風にうまくやりゃかすめ取れるぞっていう考え方って、うん、それを官僚がこれってこういう穴ありますよって言えよって話じゃないですか。そういうことですね。これって僕らがね、たかだか幼馴染二人組がこういうことをやっただけでごっそり抜けますっていうことを言う仕事でしょ、あなたたちはって思うんですけど、ちょっと、なんか、開いた口が塞がらない感じのニュースでしたね。城山三郎さんのね、かつての官僚たちの夏っていう、その名作で、これ通産省ですけれども、その本当にこう、志持った官僚がいた、世界っていうのがかつてあったのかどうか別としても、このところの、この、だから、末端ではこういうね、その給付金、はい、その、ま、そもそも経産省が、こう、スケッチした給付金、作った、給付金を騙し取るっていうことをやる一方で、これ、その、例えば、東芝のね、問題なんかを、に関して言うと、その、東芝と経産省が一体となって、その株主の意向を完全にこう、ないがしろにするようなことをやっていて、調査する必要もないんだ、って開き直っているっていうような、こう、経産省っていう役所に限らないんでしょうけれども、こう、官僚の社会っていうのが非常に歪んできてる、劣化してきてるっていうようなことっていうのは、僕はここからももしかしたら出てんのかなっていう気がして心配ですよね。で、しかもこれ多分550万円騙し取ったっていう容疑ですけれども、これっぽっちじゃないと思いますよ、ね。なんかちょっと伝えられてる生活ぶりを聞くと、こういうレベルじゃないのが出てきそうな気がするし、でも他にも徹底的に調査しないと、その、経産省なり役所が決めた方式でいろいろこう書類を提出してるのに給付が遅れたりとか、ここが不備だ、あそこが不備だって言って、もらえてないっていう人たちって現在すごい多いわけじゃないですか。そういう人たちが今後きちんと自粛に応じますかっていう、なんかそういうところまで広がっていく話だと思いますね。そうですね。なんかだから、よっぽどの厳罰とか再発しないっていう形を、その、経産省側は見せないと、なんか、こういうところからまたなんか大きく横にずれていく感じがしますね。正直者、まともにちゃんとやってる人たちがそう見るっていうようなね、社会っていうのはモラルが完全に崩壊していますよね。はい。青木さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。あなたの
ポリヒロの納豆キナーゼは匂いが気にならないソフトカプセルタイプ。毎日元気にさらっと生き生き。お店で買える納豆キナーゼはポリヒロです。サンデー、日曜日の朝を笑顔に、ワンジェイ。パーソナリティの元刈谷由衣香です。地元で頑張る人たちを取り上げるこの番組では、共立リゾートのペア宿泊券を毎月一組2名の方にプレゼントしています。詳しくは番組ホームページまで。 1J は毎週日曜朝8時から。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りしました。それでは問題です。ラジコが聞けるのはラジスマ、 FM 放送が聞けるのはラジスマ、ラジコと FM が切り替えられるのはラジスマ、電話をかけられるのはラジスマ、災害時に役立つのはラジスマ、移動中でもラジオを聞けるのはラジスマ、建物の中でも聞こえやすいのはラジスマ。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。時刻は9時16分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、お願いします。今日の関東地方、天気はゆっくり下り坂です。昼間は洗濯物の外干しは大丈夫そうなんですが、夜遅くには雨具が必要という天気になります。まずこの時間は広く晴れていて、日中にかけては晴れ間が広がりそうです。で、夜になると雲が厚くなり、南部を中心に所々で雨となりそうです。今日は夜遅い時間ほど雨のところが多くなる見込みです。そして昼間は日差しがあるということで気温が上がっていきます。最高気温は27度から29度前後、昨日より一段暑くなりそうです。喉が渇く前に水分をこまめに取るなど、熱中症対策を心がけてください。で、明日は午前中は広く雨で、雨足の強まるところがありそうです。明日の朝、通勤通学の時間帯は雨の降り方に注意が必要です。以上です。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。 TBS アナウンサー赤荻歩です。エンタメサタデー CD ボックス、 TBS ラジオ小沢翔一の小沢翔一的心ベスト戦を紹介。ベベ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 ベ、明日の心だ。放送は7月3日土曜日朝5時5分から。時刻は9時17分です。ここでチューリヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。まず外環道の三郷南と高野ジャンクションの間、車両火災による通行止めは解除になりました。火はすでに消えていて、松戸付近の左車線で処理が続いています。このため2キロを15分です。また千葉の京葉道路上りはバラキンターで車3台の事故処理中です。2車線を規制、10キロの渋滞で幕張からは1時間かかっています。他は東名上りが東京インターで2キロを10分、圏央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロを5分、中央道上りは首都高4号線の永福を先頭に合わせて7キロ半、三鷹から35分です。都内の一般道は晴海通りの下り、中央区の勝どきで事故処理中です。3キロの渋滞で日比谷からは通過に30分かかっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。変わって電車の情報です。人身事故の影響で高尾駅と東京駅の間の全線で運転を見合わせていた JR 中央線快速電車は、先ほど全線で運転を再開しました。ただしダイヤが大幅に乱れていますので、ご利用の方はご注意ください。次の交通情報、9時51分ごろお伝えします。ハロー、チューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。オーレック果樹園、オーレック草刈り作って売る会社、オーレックあぜ道、オーレック草刈り作って売る会社。草刈り機といえば OREC、 オーレック。原田信郎ブランド品ご紹介コーナー。
ブランド品といっても海外ブランドではありませんよ。まさに通好みの一品。その名は JA 淡路島本間もん玉ねぎ。その美味しさにセレブも絶賛したとかしないとか。 JA 淡路島本間もん玉ねぎをどうぞ。モノタロウモノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は電動工具がないとかの日。工場の味方モノタロウで検索。緊張虫コナーズで名言を吐くよ。はい、ズンパラパッパッパヤ、ズンパラパッパッパヤ、ズンパラパッパ、ズンパラパッパ、ズンズンズン、ズンパラパッパッパヤ、ズンパラパッパッパヤ、ズンパラパッパ、ズンパラパッパ、ズンズンズン、ズンパラパッパッパヤ、ズンパラパッパッパヤ、ズンパラパッパ、ズンパラパッパ。虫コラーズをぶら下げるかぶら下げないか、もし迷ったならば僕はぶら下げる方を選ぶ。虫コラーズが教えてくれたのはぶら下げてみな晴れの精神。ぶら下げてみな晴れ。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。10万歳のお言葉。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。時刻は9時22分です、毎週月曜日のこの時間は様々な企画をお送りしておりますが、今日はこちらです。10万歳のお言葉。さあ、我々の人生の先輩方、おじいちゃんおばあちゃんに番組リポーターが電話インタビューをさせていただきまして、心に残ったお言葉を紹介していくコーナーです。じゃあ今日の一人目はですね、番組を聞いてご応募くださいました、沖縄県に住む人生の先輩に、トンちゃんこと東塚奈美子ちゃんが電話インタビューをしてくれてます、じゃあこちらから。長峰恵美子さん75歳、ドルとビーエン。お生まれはどちらですか？沖縄ですね。生まれて物心ついた時は戦後の沖縄って感じですか？そうですね。戦後はかなり食べ物とかも困った感じですか？うちの方は畑農家でして、野菜だけはありましたですね。お菓子とかはなかったんですか？あったんだけど、お金がなかったんだと思うけど。お金はその当時日本円ですか？ビーエン。ビーエン。ビーエンで、沖縄独特の、沖縄だけで通用するお金ですよね。ビーエンって、青っぽいような感じのね、ネイビーに近いような青。青っぽい色なんですね。今のドルありますよね。はい。あれよりもなんかね、小さくて、長さが違うような、長方形だけど、なんかほれ、寸詰まりのお金が今、頭の中には浮かびますね。結構使ってましたよ。お使いとかね。それはいつ頃まで使ってたんですか？私が、小学校6年生ぐらいですからね。そのお金を、ドルに変えるっていうのを、うちの主人も一歳違いなんですよね。学年が1年違い。はい、銀行に買いに行ったっていうんですけど、うちのは。B 円から要するに、ドルに。ドルに変えに行かないといけなかったんですね、だから。そうなんでしょうね。ドルからまたこれ、円に変わるのも買いに行かなくちゃいけないから。初めて日本円を見た時ってどういう気持ちでした？ドルの方がなんか価値がありそうな感覚今はまた今度ドルの方が安っぽいなと思う。まあ、ビーエンっていう言葉はあんまよく知らなかったんで、初めて聞きました。いろいろ調べてみると、はい、1948年から1958年まで
10年間、ぐらい使われてたものらしいですね。確かに、ね、うん、まあ、いろんなタイプの出てんだけど、そのネットとかで調べてみると、正方形に近いやつ。で、青っぽいは確かに、まあ、青っぽいお金かな、うんうんうん。まあ、その、どっちが価値が高いと子供心に思ってたかっていう感覚は、だからやっぱりそれだけ、アメリカが強かったっていうかね、その、アメリカにね、占領されてたっていうことなんだろうね。B 円のこととかも知ってる人どんどん減っちゃうんだろうな。要は軍票ってことでしょ？軍票ってこと、要するに軍が発行するお金みたいな。で、後でちゃんとドルと交換するからとか、よろしくねってことでしょうね。まただから、その人生の先輩方でもどこで住んでたかで、かなりね、今割と地方食ってどんどん減って、みんなどこもまあまあ都会化してる、チェーン店とかも増えて、そうするとやっぱり感覚がかなり昔の話は違うと思うんで、はい、またお時間ありましたらいろんな地方の方インタビュー受けてください、うん、さあ続いてなんですが、続いてはですね、元日本放送アナウンサーの安高さんこと斉藤康弘さん、斉藤様も80歳ですからね、先輩組でございます、トンちゃんがインタビューしてくれてます。斉藤康弘さん80歳、少年ライフルマ事件。一番印象的だったお仕事、これはね、入った翌年ですから1965年、昭和40年の7月29日の日に、渋谷のね、ロイヤル銃砲店という鉄砲だとか火薬を売ってる銃を販売してたんです。そうです、はい、そこへ相模原の方で警察官が撃たれて、でその犯人がね、その渋谷のロイヤル銃砲店に人質3人を取って立てこもっちゃった。お前中継に行けって言われて、でラジオカーに乗ってですね、中継に行きました。はい。そしたら246でもってパトカーの後ろについちゃったんですね。 FM カーが犯人から50メーターぐらいのところについちゃった。じゃあ斉藤さんはその警官のもうすぐ横ぐらいにいた。いたんです。そうしたらば、要するにライフル銃をバンバン撃ち出した。犯人が撃ってきた。撃ってそう、こっちのパトカーへ向けて、はい、で撃ちましたって、六発だなっなんて中継やってるわけですよね。マイク持って、はい、そこの位置で、はい、だそのうちに逃げたっていうのがあって、機動隊員と一緒にうわーって、私も一緒にマイク持って走ったんですよね、はい、で機動隊員がうわーって犯人に追いかけさせた。私もその中に巻き込まれちゃったんですよ、ね、まあ一件落着してね、犯人捕まって、で特番やった時に私のその道録のテープが流れるわけですよ、はい、撃ちました六発だなっつってバン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 と音がするわけです。そうすると報道のキャップがね、お前ね、音の数とさ数字が合わないじゃないかって、そんなこと言われたってそういうこと言われたかって、こんなやろうと思ったけど、いやすごい話だよね。はい、いわゆる少年ライフルマ事件って言って、はいはい、結構な、その、まあ、有名な昭和の、まあ、歴史の1ページみたいなことですから、だから渋谷でライフルの立てこもり銃乱射事件があって、うん、それの要するに取材人として言ってんだけど、こっち向かって撃ってくるから、確か報道陣も命中してるよね。報道陣も、その、やたらに撃ってきてるから、多分大怪我してる方が、いらっしゃると思うんだよね。で、言ってなんか本人の実感としてすごいのは、行ってこいって言われて、うん、とてつもなく前の方で警察のすぐそばで、ね、取材してて、で、そっちに向かって撃ってくるから気が気じゃないと。でも、やっぱり報道するね、報道の立場だから一生懸命撮ってて、で、後にその、登録したけど、その時撮った録音素材をオンエアするときに、要するに緊張しながら撃ちました一発目、撃ちました二発目、三発、六発って言ってるけど、実際撃たれてる銃弾の音がもっといっぱいとか入ってると、お前数え間違ってるじゃねえかみたいな、いやそれどこじゃねえよこっちはって
お前現場行ってねえからそういうこと言えかもしんないけど、現場死ぬと思ってやってんだよっていうことだろうね。いやーすごいところに立ち会ってんだな。もう歴史の商人つっちゃう。だって入ってすぐだからね。ね。まあ、20代前半ってことでしょ。まだ右も左もなんかわからない時に、もうまさに命がけの取材をしたっていうことですね。さあ、現在お電話でインタビューの方させていただいております。こんな話をしたいとか聞いてほしいとか、してやってもいいぞとかですね。そういう、おじいちゃんおばあちゃんとかですね。うちのおじいちゃんおばあちゃんはこういう経験をしてますよ。だからいろいろ話せるんじゃないですかというご家族の方、簡単でいいんでお話の内容を書いてメールやおはがきを送ってください。じゃあ宛先お願いします。はい、メールの場合は ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp おはがきの場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと10万歳のお言葉の係まで送ってください。はい、この後はですね、曜日が変わった伊集院光と喜入智広とパラスポーツ等をやってから月曜日恒例ウォーキング宝くじ当選者発表になります。で、今日の合言葉は、今日の合言葉は、まあ短く B 円ね、B 円でお願いします。さあ、CM を挟んで伊集院光と喜入智広とパラスポーツ等です。刑事電機マルコは今日も現金値引きじゃな。いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。そんなセリフどこで覚えた。みんな大好き新製品が安い刑事電機。刑事電機に行かなくちゃ。10万歳のお言葉、この時間は刑事電機他各社の提供でお送りしました。TBS ラジオ伊集院光とラジオとチームビヨンドプレゼンツ伊集院光と喜入智広とパラスポーツと、この番組はチームビヨンドの提供でお送りします。伊集院光と喜入智広とパラスポーツと、伊集院光です。このコーナーは東京都のパラスポーツを応援するプロジェクトチームビヨンドの提供でパラスポーツについていろいろ取り上げていくコーナーです。一緒に取り組むのはこの人、 TBS アナウンサー喜入智広です。パラ陸上競技の巻その1、義足とフィーリングと。今回のゲストをご紹介します。北京そしてリオパラリンピックの走り幅跳び銀メダリストで、東京大会で4大会連続のパラリンピック出場となるレジェンド、山本篤選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。北京から4大会連続でパラリンピック出場どころか、資料を見ましたら、走り幅跳び、北京で銀、あと100メートルの方も5位。はい、てか、ちょっと考えられないのは、その、陸上競技で世界を相手にここまでの成績を残している選手がいるっていうのが信じられないんですが。ありがとうございます。普通にオリンピックで考えても、うん、例えばその短距離の決勝に出ますとか、はい、ましてやその幅跳びで世界を相手にメダルを取りますなんて、僕の中では夢の夢みたいな話なんですが、山本選手は何者なんですか。はい、足のない陸上選手って感じですね。ね、で、そのデリケートな部分ですけども、ここをお聞きしたいんですけども、はい、いろいろこう、はい、パラリンピック走り幅跳びにも、クラス分けありますよね。そうですね。目の見えない選手のクラスもあれば、僕たちみたいな義足の選手、手のない選手のクラスっていう形で、結構な種類はありますね。その山本選手は T63 っていうクラスなんですね。はい、そうですね。僕たちのクラスは、膝関節より上で、太ももで足を切断している人たちの走り幅跳びっていう形になりますね。これね、本当に失礼なこと聞いたらごめんなさい。はい、ももから下っていうことと、膝から下っていうことは、はい、かなり運動能力には大きな差があるんですか？はい、大きな差がありますね。やっぱり膝関節っていうのは、人間の
運動にとってみたらものすごく大切な部位になってくるので、うん、この膝関節があるかないかによって100メートルの世界記録で言うと1秒以上違うんですよね。なるほど。パラリンピックで最近すごく感じることなんですけど、はい、記録はどんどん伸びてるんですか？これ記録はどんどん伸びてますね。その要因は何ですか？一つはいい義足が開発されたっていうのと同時に、はい、それを使いこなせる人間が増えてきたという形ですかね。いい義足ってどんな義足なんですか？難しいですね。一個は軽い、うん、でも耐久性がある。そして自分が入力した分の反発が生まれるっていうのがいい義足になるんですけど、僕とキーレ君は草野球仲間なんですけど、例えば、はい、いいバットってそれぞれに違うじゃないですか。はい。さらにシビアだと思うんですよね、義足って。はい。山本選手にとってはこれはいい硬さなんだけど、他の選手にとっては柔らかすぎるとか、はい、そういうことが起こりうるわけですね。起こりうりますね。やっぱり体重とかパワーとかっていうのでやっぱり大きく変わってきますので、義足には硬さのカテゴリーがあるんですけど、はい、1から9ぐらいまであるんですよね。はい。でその中で自分で欲しいカテゴリーを選んで、あとは組み合わせて一つの義足にするっていう感じになります。これって車椅子競技でインタビューした時もそうだったんですけども、はい、例えばトレーニングしているうちに自分の能力変わってくると義足って変わってくるんですか？はい、変わってきますね。それを義足を作る人、はい、セッティングする人に伝えるのって難しくないですか？難しいと思います。相当自分が分かってないと義足が悪いのか自分が悪いのかっていうところが分かんなくなりますよね。自分は成長してるつもりなのにタイムが上がらないっていう時に、体の使い方が悪いのか義足の使い方が悪いのか、またまた義足の硬さが悪いのかって言ってそれぞれやっぱり違うので、そこはものすごくシビアな感じになってきますよね。なんかスポーツって割とフィーリングなとこいっぱいあるじゃないですか。それこそ伝説の長嶋茂雄さんの言うね、ギューッと来てボーンですみたいなことってあるじゃないですか。はい、はい、あります。それをちゃんと義肢に言葉として伝えるのって結構能力いりません？そうですね。あとはコーチですよね、すごく大切なのは。コーチが、うん、じゃあどういう風に義足をうまく使ったりとか、あとは残ってる体をどういう風にうまく使うのかっていうところの指導をする部分がすごく大切になってくるので、コーチが結構重要な鍵を握ってるかもしれないです。コーチの方というのは、はい、ご本人も例えば義足だったりするんですか？僕の場合はもともと大学の時に見てもらった先生は普通の大学の陸上部のコーチをしてた方だったので、うん、義足の選手見るの初めてだったっていう感じでした。ですのでデータを1年に1回ずつ取って、はい、そのデータを追いかけながら、こんな感覚があるからこんなデータが出てるから、じゃあこういう方向で進めていこうかっていうのを毎年話し合いをしながら繰り返してやっていきましたね。その話し合いは大事そうですね。すごく大切ですね。自信を持って練習をしていかないと、大丈夫かな大丈夫かなと思ってると伸びないんですよね。はあ。この練習で間違ってない、この方向で合っているんだ、強い気持ちを持ってやれるかどうかっていうところもやっぱり大切になってくるんじゃないのかなと思いますよね。パラアスリートってある日突然コツをつかんで急速に記録を伸ばすことがあるっていうのを、うん、はい、何人かから聞いたんですが、山本選手はそういう実感ってありますか？はい、ありますね。いきなり僕も 0.5 秒ぐらい速くなったタイミングとか、はい、100メートルでですね。100メートルの 0.5 秒はものすごいですね。冬に試合がないので、その時期にいろいろフォームの改造だったり意識の改造だったり、あとはどういう風に走ったらいいのかっていうのをものすごく考えてトレーニングするんですよね。はい、そこで一番成長したっていう時には 0.5 秒ぐらい伸びたっていうタイミングはありましたね。山本さん、気持ちいい跳躍、はい、気持ちいいジャンプってどんなジャンプなんですか？一番は踏み切りのタイミングで自分が体重乗せたいところに義足側に全体重が乗って弾かれた瞬間に、うん、フッて浮く瞬間があるんですよね。おうおう。そのフッて浮いた瞬間にもう最高の気持ちになりますね。そこでこれ距離出るぞみたいなのも分かるんですか？分かりますね。
踏み切った瞬間にも大体全ては決まってるかなって思います。いやー、俺ら一生味わえないんだろうなそなんかこう踏み切った瞬間、うん、地面から離れた瞬間、しなりといい、こう自分の体に伝わってくるところといい、何かもう全て気持ちいいんだ。トランポリンで思いっきりジャンプして力を加えなくてもフォッと飛ぶ、おー、はい、ポイントとかが多分あると思うんですよね、はい、それと同じように義足もやっぱりしなってバンって弾かれるので、それが自分の体とマッチした時にはもう何とも言えない感触になりますね。でももうね、偉そうなこと言うようですけども、その瞬間の快感って全てが一つになってる快感じゃないですか。そうですね、全てが一つになってます。もう義足じゃないよね、うん、僕らは。そうですか。そんな気がするんです。なんかね、僕はもしかしたら幸いにも義足ではないですけども、はい、そんな痛い感を感じたことがない、うん、何か、 ですか。はい、体にいつも裏切られ続けてる。ホームラン打つタイミングとかどうですか。これがね、あんまホームラン打ってないんですよ。いや、でもちょっとわかんのは、わかんのは、いい当たりした時って、理屈じゃなくて、はいはい、なんかそのバットの先から、はい、自分の手から、体から、全部一個になった感じまではわかります、はい、うん。あ、でもそんな感じだと思います。うわー、それがレフトフライの時なんですよ。だからその辺の体となんか感覚がきちんと伴ってないってことなんですけど、いや、なんかすっごいこう、ゾクゾクする話。でも似てると思いますね、その感覚は。それのやっぱりメダリストレベルのやつっていうのは、やっぱり僕らは想像しきれないけど、言葉で近くまで行けたような気がして嬉しいです。はい。伊集院光と、喜入智広と、パラスポーツと、ここで、チームビヨンドからのお知らせです。TBS ラジオ、アルコ&ピース DC ガレージと、チームビヨンドが再びタッグを組み、特別番組チームビヨンドプレゼンツアルコ&ピースパラスポーツガレージとしてパワーアップして TBS ラジオ公式 YouTube で公開しています。アルコ&ピースをはじめとした出演者によるトークショー、パラリンピックに関するクイズ、車椅子体験にチャレンジなど、パラスポーツの魅力を様々な企画を通して楽しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。チームビヨンドプレゼンツ伊集院光と喜入智広とパラスポーツと、この番組はチームビヨンドの提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今日は毛髪を科学するアデランスが開発した家庭用ヘアケアアイテム、アデランススパニストを紹介します。人の指のような弾力性のある6本のシリコンブラシが毛穴の汚れをかき出し、同時に頭皮をもみ洗いします。髪のボリューム感不足の原因の一つと言われる毛穴に詰まった皮脂汚れをすっきりさせることで、髪が根元から立ち上がりボリューム感がアップ。また顔に使用すればすっきりフェイスも目指せます。お値段はメーカー直販サイト価格税込み 14,080 円のところ、今回ここから4,180 円引きの税込み9,900円です。さらにアデランスのシャンプーとトリートメント合わせて税込み 5,500 円分もセットです。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。お待たせー、カー君どうしたの、これいい車だよね。じゃーん、マスダオートで買っちゃった。すごい、ドライブが楽しくなる。憧れの車を手に入れたのはマスダオートの中古車、首都高鹿浜橋インター近くと三郷インター近くに4店舗、新車よりコスパ、マスターオート。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、さあ、毎週月曜日朝一番恒例パンツ一丁で体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。時刻は午前8時ちょうど。
引き続き新井ちゃんとは密を避けるために距離を取って収録しております。よろしくお願いします。お願いします。先週の体重 104.2 キロでしたが、今週はさあパンツ一丁体重計に愛乗りまして、愛ロックして、私は離れていきます。お願いします。はい、近づいていきます。はいよ、発表します。はい、104.3 キロ。ちょい増え、暑くて歩きたくない。伊集院光とラジオとダイエットと、このコーナーは伊集院光さんが無理のないダイエットでいつの日か TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロになることを目指しています。リスナーの皆さん、生温かい目で見守ってください。今週は雨とあと蒸し暑いで結構怠けた ね歩数もちょい少ないかな。さあ切り替えていきます。大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ。さあ、今週の合言葉はもう思いつきで BN ABC の B に、1000円の円で BN です。はい、あらかじめリスナーの皆さんにはおはがき、メール、ファックスでエントリーをいただいております。で、今から電話をかけて、生電話をかけて合言葉 BN が言えれば賞金ゲットです。賞金の金額は僕が1週間に歩いた歩数割る5でございます。はい、で5000歩あたり1000円なので5万歩けると1万に乗るんですが、ぐらいのとこですね。さあ、それじゃあ電話行きますかね。はい。柏市の、名前俺、これ、名前なんて読むんだ、坂瀬川さんかな。わお、かっこいい。坂瀬川さん、坂瀬川まりさん、39歳。お願いします。さあ、坂瀬川さんって、読めっかな、した時点で、私かなと思ったかな。確かに。子供が生まれてベビーカーでやたら散歩に出てます。子供はベビーカーなので日焼けしませんが、私は暑くて死にそうです。靴と帽子が欲しいです。あー、買ってほしい。わー、どうですか。ダメか。あー、お、どうかな、どうかな。もしもし。あ、もしもし、坂瀬川さんですか。あ、はい、そうです。伊集院と申しますが。あ、はい。合言葉言えます。B 円。おお、すごい。そんな感じでラジオに出るって、そんな感じ。いや、今ラジコで聞いてるので時間差があって。あ、そうか。なんかよくわからないまま今受け答えしてたのね。あ、よくわかんないです今。なんかね、これ今から流れるんですか、私。今から流れるんですか。そうか、そう。ラジオで聞いてる方はもう、あら、坂瀬川さん当たったわよつってます、もうすでにご近所も。ラジコだとタイムラグがあるから、この後ゆっくり聞こえてくるの。あ、今、はい、ビーエンって言ってました。面白い、なんかね、どんどん徐々にどういうことが飲み込めてきましたか。あ、はい、わかりました。今やっと、はい。大同生命プレゼンツウォーキング宝くじコーナーでございます。あ、ありがとうございます。赤ちゃん生まれた。生まれました。今ちょうどお着替えされてたとこで。今不安げな症状でこちらを見ています。お母さんに何かが起こっているって顔してる。なんか興奮してるからちょっとびっくりした。そんなお母さんなかなか見ないもんね。すごい、アナちゃんやったー。何ちゃんっていうの。ハナです。ハナちゃん、ハナちゃん、ハナちゃんはうちのおばあちゃんと同じ名前で、うちのおばあちゃんは健康ですごい長生きしましたから。ハナちゃん健康で長生きできる ねよかったね。さあ、じゃあちょっと歩数と賞金いきますが、はい、今週ちょっとサボりまして、48,743 歩なので、はい、9,749 円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもやっぱ暑くなってくるから大変だね、お散歩もね。そうですね、この間も外出たらちょっと気が遠くなる感じだったんで。そうだね、子供は今のさ、ベビーカーは割と良くなってさ、その気温対策がされてるから、子供はまだしもだけど、お母さん大変だね。そうですね、今までこんな外出てなかったんで、暑い時期に。あ、そっかそっか。そっかそっか。やっぱり子供はちょっと回ってあげたいと思うわけだ。
そうですね。じゃあ花ちゃんにもよろしく伝えてください。はい、ありがとうございました、はい、無理せずお散歩頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、こういう感じになるね。徐々に徐々にこう分かってくる感じと、タイムラグで流れてくると、はい、私今出てんだみたいなことになってくるね。ねえ、じわじわ来てましたね。はい、ということで、どんどん皆さんエントリーして参加してください。以上、伊集院光とラジオとダイエットとでした。ここで大同生命からのお知らせです。大同生命は経営者保険のパイオニアとして、中小企業とそこで働く皆様をお守りするため、中小企業のお客様にお役立ていただける保険商品やサービスを提供しています。大同生命の創業者の一人である広岡麻子は、女性の活躍がまだ難しかった明治大正時代に女性実業家の先駆けとして活躍した人物で、あの朝ドラのヒロインのモデルとなったことでも知られています。強い信念を持ち、数多くの事業を手掛けた広岡麻子は、近代日本資本主義の父、渋沢栄一とも関わりがありました。同じ時代を生きた二人を、専用ウェブサイト、大同生命の源流、梶間屋と広岡麻子にて、全4回のシリーズでご紹介しています。広岡麻子、渋沢栄一で検索し、二人の歴史をご覧ください。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りしました。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。再春館製薬所の通酸湯はどんな痛みに効くの？と思われている方、通酸湯は神経や関節炎などの痛みを緩和します。立ったり座ったりするとき、腰や太ももに痛みが走る、四十肩で思うように腕が上がらないなど、痛みでお悩みの方にご利用いただいています。もっと詳しく知りたい方のために、無料試供薬と商品のことを詳しく説明したカタログをご用意しております。まずはお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-305-305 305-305、再春館製薬所まで。朝8時から夜10時まで受け付けております。通産等は指定第二類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。こんにちは、浅田真央です。私も愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえるんです。肩、腰に優しいマットレスに快適な枕、座り疲れを軽くする座布団、すべてカバーも中も洗えてずっと清潔です。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。時刻は9時53分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。外環道の外回りは松戸付近、左車線で車両火災の処理がまだ続いています。渋滞は伸びて5キロ半、三郷南から25分。一方、千葉の京葉道路上りはバラキンターの事故の処理終わりました。まだ10キロ渋滞が残って、幕張からは45分です。首都高速道路は間もなく9時55分から警備による入り口閉鎖が始まります。9時55分から目黒線上りの天元寺、10時からは都心環状線内回りの霞が関、10時5分からは上野線下り本町の入り口が閉まります。都内の一般道は晴海通りの下り、中央区の勝どきで事故処理中です。2キロの渋滞で、すきや橋から通過には20分。また川越街道の上りは熊野町で6キロ、新大宮バイパス口から通過には50分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報、10時25分頃です。日曜日の朝を笑顔に、ワンジェイパーソナリティの元カリアユイカです。
地元で頑張る人たちを取り上げるこの番組では、共立リゾートのペア宿泊券を毎月1組2名の方にプレゼントしています。詳しくは番組ホームページまで。 1J は毎週日曜朝8時から。あららあらら、とろーり甘口、ブンセンののりつくだに、あら、あ。千代田セレモニーは、東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが、わかりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は、千代田セレモニーです。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からはお笑い芸人で音楽プロデューサーの小坂大魔王さんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは雨の日の思い出。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用して丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口ようかんの詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ラジオネーム、いつでも心は晴れさん、39歳男性の方。中学生の頃、漫画とかでよくある雨の日に傘を忘れた人にさりげなく渡すというのになんとなく憧れてた。そのチャンスが訪れて、傘がなくて駅前で空を見上げている女性がいたので、これ使ってくださいと半ば強引に渡して、そのまま電車に乗りました。いやー、かっこいいことしたなーと自分に酔っていたら、翌週学校で先生から、先週駅でうちの制服を着た生徒がいらない傘を押し付けるということがあったそうだなあ、そう。まあこん中にはいないと思うけど、思い当たる者がいたら後で職員室に来るようにと言われました。どうやらその女性から学校へ苦情が来たようです。確かに渡した傘はしばらく使っていない少し汚れたビニール傘でした、うん、すいません、先生、あの時名乗り出ませんでしたが犯人は僕です。犯人とかじゃないんだけどね。そうですか。だからこの辺ね、はい、難しいなと思うのはね、はい、ラジオネーム長野の白熊タン、43歳女性。高校時代、私は自転車で通学していました。ある日の帰り道、ゲリラ豪雨に当たってしまい、自販機の屋根の下で雨宿りをしていました。こりゃやみそうにないなぁとぼーっとしていると、一台の車が私の前に止まりました。あら、窓が開くとおじさんが、おう、傘やるから使いな、と傘を差し出してくれたのです。しかし当時の私は、もしや傘を餌にした悪い人なのかも。親切なおじさんを疑ってしまい、もうじき親が迎えに来るので大丈夫ですと嘘をついてしまいました。あの時のおじさん、ごめんなさい。まあまあね、確かに受け取りづらいんですかね。お年頃のまして女性だったりすると、はい、さあ、それは逆に過剰なぐらい考えるね、慎重に越したことはないんだけれども、はいはいはい、だからなかなかさ、人の行為とかも難しい時代になってきたよね。ねえ、でも私、何年か前にびしょびしょになってて、うん、両手にトイレットペーパーを持ってて、うん、駅から歩いてたら、香港からの留学生の男の子が入れてくれたんですよ。ああ、どうぞ入ってくださいっていう。入ってくださいって言って、で、なんで傘持ってないんですかとか、なんで英語喋れるんですかとか、すごい盛り上がった思い出があります。すごい優しくて。いや、昔は割とね、そういう出会いとか本当にあったんだけど、うん、今どうかね。あ、ルバンバターロール、いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。
おいしさの決め手はルヴァンです。山崎ルヴァンバターロール。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと小坂大魔王と、おはようございます。今日はですね、伊集院さんに最近気になっているバスケットシューズはっていうのを、聞いてみたいと思います。ミドルカットかハイカットかローカットか、何もカットしてないか、よろしくお願いします。何を言ってんだか。さあ、TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。あの短いセンテンスの中にさ、まずそもそも俺バスケットシューズに興味がないっていうスタートからあとカットしてないバスケットシューズとかねえからね、足が入らないからね、もうツッコミどこ満載なんですけど、今日のゲスト、お笑い芸人で音楽プロデューサーの小坂大魔王くんでございます、はい。そもそもボキャブラでドカン、ボキャブラ天国ブームの時にドカンって言った時が何年目ぐらいなんだろう。その後もうとにかくありとあらゆるお笑いが、小坂大魔王本当面白いのになんでブレイクしないんだろうってずっと言い続けた時期があって、で突然ピコ太郎のプロデューサーとして、俺この辺守る男だから、ピコ太郎のプロデューサーとして大爆発するあの感じ、はい、何が変わったんだっていう。だから僕は今のお笑いにとって、今まだ売れてないお笑いの、後輩たちにとって本当に面白いやつはどんなことがあってもいつか出てくるっていうことなのか、として小坂大魔王を取り上げるべきなのか、本当に面白いのに売れない時期があるっていうことで取り上げるべきなのかがすげえ難しい人で、ちょっとこの後、そんな話を、先に言っておきます。バスケットシューズは興味ないです聞きたいと思っております。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい知りたい食べたい金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、小坂大魔王さんは1973年生まれ、青森県出身、現在47歳。1992年お笑いトリオ底抜けエアラインとしてデビュー。お笑いと音楽を掛け合わせたネタを武器に、ボキャブラ天国などバラエティ番組で活躍します。2003年からお笑い活動を休止し、音楽活動に専念。以来、音楽プロデューサーとして人気音楽グループ、AAA やスキャンダルなどの楽曲を制作します。2016年には、謎のシンガーソングライター、ピコ太郎をプロデュース。世界中で大ブームとなりました。現在は、育児にも積極的に取り組んでいる、お笑い芸人で音楽プロデューサーの小坂大魔王さんが、本日のゲストです。ということで、スタジオには小坂大魔王くんです。よろしくお願いします。嬉しいっす。なんで伊集院さんとこうやってラジオで喋れるのは。いや、これは嬉しいっすよ、本当に。いや、なんかさ、いろんな番組ですれ違いみたいないっぱいあるんだけど、はい、きちんと腰据えて喋ったことはあんまない。基本テレビで、検索ちゃんとかそういう雑学王とかで横にいらっしゃるっていうのがあって、はい、で、
で、あの、じいさんも本番前もそんな喋んないじゃないですか。そうね。ええ。だから、そんなにこう喋ってない中で、意外とこう、あの、プロデュースの PPAB ガーって入った時に、楽屋に持ってったりとかすると、じいさんよく喋ってくれたぐらいで、はい、ちゃんとこういうところで喋れるのはすごく嬉しいですね。んなこと言ってくれると今日はもう、本当ニコニコしながらお送りします。だけど俺、バッシュに全く興味ねえから。あっちがハイカットのやつだけ結構集めてるみたいなとこなかったでしたっけ、いやいや一切ない。伊集院さん。一切ない。伊集院さんといえばハイカットから網上げブーツみたいな。だからそれが分かりにくいんだって。あの、ボケとして、ね、カエルの干物集めてませんでしたっけだったら絶対集めてねえよって話だけど、はいはい、集めててもおかしくはないっていうところがすげえ難しいんだっつう、ね、ヒップホップとか好きで、みたいな。なんかありますけども。ねえ。嬉しいです。でもそれこそさ、クリームの上田くんから始まってさ、はい、爆笑の二人もそうだしさ、まあ、ありとあらゆる人が小坂は面白いと、底抜けやラインは面白いと、なんであいつ出てこねえんだろうみたいな感じだったよね、一時期ね。誰が一番持ってて自分ですからね。ただ、僕、これはいっぱい分析したんですよね。これ本当ありがたい。もう、特に恩人ですから、クリームの上田さんとか。そういう、あの男面倒見いいよね。ほん本当に恩人なんですけど、うん、あの、100%、うん、こいつと俺は被んないって自信のもとで言ってるんですよ。でもお笑いってそういうやらしいとこあるんだよ。絶対ってかの、うん、吉本の芸人なんか、絶対自分の座を脅かすようなやつ、飯食いかしたら絶対しないし、エピソードトークもしないから、そうなんです。それを正直に言ったのが新助さん。新助さんは必ず、ノッチとかを連れて歩くじゃん。あとは畑陽くんとか連れて歩くけど、はい、こいつらは俺を脅かさないから、だって、正直に言ってたのよ。ただもう、あれ、あの、本音のところはデコとボコなんで、やっぱり、喋りいいと喋りいいがいちゃうと、はい、どっちか譲り合うじゃないですか。うん、きっと喋りいいと聞きいいが、ちょうどいいんでしょうね。なるほど。でもそういう意味では、なんか僕は、なんでしょう、僕ずっと、人気者に憧れてたんですよ。うん、トンネルさんが好きだったり、もちろん伊集院さんもこのずっと聞いてたんで、大手感も含めて。で、なんかそういう人って、エピソードトークいっぱいあるじゃないですか。うん、だから、クラスとか学年とかで人気者になることがもうメインで、うん、有名になるとか、そこで一番面白くなりたい。はい、はい。だから、お笑いに来ました。お笑いにすごい人しかいない。さあどうしようって言った場合に、裏笑いしかないじゃないですか、楽屋って。裏笑い。裏笑い。なんかちょっとね、それこそさっきのバッシュの話じゃないけれども、はい、ベタな正攻法のやつ言ってもしょうがないから。プロの中でね。ダンディ君とかはもう楽屋でガチでゲッツやりますけど、あの、その、ダンディがゲッツやっても誰も笑わないじゃないですか、楽屋でみんな知ってるわけで。そのゲッツを、例えばガッツって噛めば笑うじゃないですか。うん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 、みたいな裏の笑いだけをまたクリームのまたアリペが悪いんですよ、あいつが。はいはい、あいつがもうこそがちょっとあれやってくんないっていうのが楽屋で始まるんですけど、うん、5、6時間やるんですよ。わかるわかる。あの、それも、なんつうのかな。千本ノックだよね。はい、もうある意味千本ノック、もう要するに同じことやってももうつまんないから何かやる、変えてやるしかないっていう、うん、あれに鍛えられたのがザキヤマだもんね、あれね。そうですね。そうだね。そこだけを自分を信じて、で、もちろん、で、客前に行くじゃないですか。で、裏でやったことまんまやっても同じように相手してくんないんですよ。そうだよ。有田くんのやつは、もう5周目ぐらいで入ってるやつだから、うん、その5周目の状態で客前出てきちゃったら、ついていけないもん、お客さん。あいつ2の1ぐらいやるんですよ。こっち8の2ぐらいやってるんで、全然ダメで。で、もう、あれなんて思ったりとかしてたりとか、あんま、あとは僕自身が、なんて、その照れもあってか、あの、やっぱ人気者思想だったんで、普段この学園に一緒にいる人たちがいる前で、どうも2の1、3の1、なんなら1の1が、ちょっと照れみたいな、うん、一番だから現実ダメだ。もうダメなタイプだったんです、若い頃は。でもそれで押し通していったから、でも、いやあの部分をもっとこうすれば、ああすれば、つって。でも正直言うと、クリームシチューと爆笑問題と、ツッチーとかアズマックス、これ仲間なんですけど、ここの人たちに今の芸風はほぼ決めてもらったみたいなもんなんで。僕はあの、トンネルさん好きだったんで、うらーみたいな。うん。やらーみたいなことやったんですよ、ずっと。うん、ところが、トンネルさんと僕の違いって、僕の方が普通にリアルにただ怖いんですよ。でかいしね。でかさ。でかいしね。トンネルさんもでかいじゃないですか。でも、ポップでシティ感覚な感じっていうか、都会っぽい。で、顔も実は、やっぱり二枚目じゃないですか、トンネルさんって。はい。はい、このなんか、リングスの高坂みたいな顔したやつが、で、90キロくらいあるやつが、うらってやると、ガチの暴れん坊なんですよ。はぁー。で、そこが気づく。で、そこでずっとみんな、いやいや、お前楽屋でやってるみたいな、ちっちゃい、細かい、微調整のギャグをもっと極めた方がいいんじゃないって言って、そんなんなぁなんて言って、ずーっとやってたのが20年ぐらいですね。へぇー。それは、どこでなんとのかな
でもさ、はい、それこそ、はい、爆笑の田中裕二が言ってたんだけど、はい、その、ピコ太郎のプロデュースで出てくるじゃん。はい、ドカンって出てきた時に、あいつこんなことずっとやってると。ね、要するに、5年前もやってる。ね、ずっとやってるのに、なんで昨日売れてなくて今日売れるんだみたいなこと言ってたけど。これだから。なんすか？いろんなことか、もちろん正解はないし、再現性全くないんですけど、きっとこれもインターネットです。これはもう本当に、よく時代がどうだこうだとか言うじゃないですか。時代っていうか、インターネットで僕ずっと仕事なかったんで、うん、皆さんがテレビとかしてる時にずっとニコニコ動画とか、うん、まだアメーバビジョン、原宿あった頃とか、うん、そういうことずっとやってて、インターネットの世界って、あ、多少この、僕マニアックなことがすごい好きで、ゆじさんもものすごいマニアックですけど、なんかこの、マニアックな人がマニアックだよっていうギャグを言うと、うん、マニアックすぎるじゃないですか。うんでもネットの人たちは、ちょっとそれが笑ってもらえると。で、これが、なんか音楽とお笑いって、すごく、お笑い的には浅い感じが、両方得ちゃってるんで、喋くり漫才に比べたら、リズム芸って、簡単で、なんか子供騙しなイメージがあるじゃないですか。イメージね。イメージがあるじゃないですか。これやってる人は分かると思うんです。すげえ難しいのはあるんですけど。なんかそこを深くやって、お笑い芸人が笑うレベルでやってると、今度、リズム芸を笑う人も笑ってくんないし、お笑い芸からすると見た目で浅い感じがするしっていう。だからテクノ体操っていう PPAP の、元祖みたいなやつが、96年ぐらいに。で、その時、男子師匠が、NHK の番組で見てくれて、あ、これ、俺全く面白くねえけど、なんかいいからあげるって賞もらったんですよ。それ男子長の言い方もすごいね、俺には全く面白くねえけど、なんかいいんだって。なんで笑ってるか分かんねえけど、なんかいいって言われて、でその時に男子師匠に、本当に晩年からちょっと前の5、6年だけ仲良くさせてもらったんですけど、仲良くったけど、たまに呼んでいただいたぐらい。俺その噂は後で聞こうと思ってたんだけど、はい、要するに俺たち男子師匠に対してリスペクトがありすぎる人間は触れないんだけど、この人は平気で、おちんちんを握ることもできれば、男子師匠のおでこピシャってやることもできて、男子師匠はそれが大好きで、そうですね。すっごい可愛がってたよね、ほんとね。アンタッチャブルとか、はい、あとは北洋とか、うん、鉄とも、うん、アンジャッシュ。うん、で今は亡き、渡部とかいましたけど、うん、今で、いるけどね、いるけどね。今ちっちゃな骨になっちゃいましたけども。いや、骨にはなってない。骨にはなってない。まあ、頑張って。そこは呼ばれるんですけど、僕ら正直やっぱり、たけしさんとか、例えば伊集院さんとか爆笑さんが、すごい尊敬してるのを見てる、ことしか知らないんですよ、うん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 。すごい尊敬してる人が尊敬してんだな。うん、あーっていう。だから、源頼朝とあんま変わんないです。立川談志っていう。場所はよくわかんねえっていうことだ。なんか、なんかみんなは恐れてるけどっていう、ちょっと架空の人みたいなところ。いいぐらいの。へぇ。で、来たところでなんだかよくわかんないヘアバンドしてるし、うん、酔っ払ってヘアバンドずっとくださいよって引っ張ってたんですよ。ごめんごめん。俺今怖くなってきちゃって、笑いの数が減ってきちゃってて。あのヘッド、ヘアバンドは引っ張っちゃダメ。ダメなんですよね。あれだけは怒ったんですけど、あれとあとカバンくださいって言ったら、これダメだよって、厚み清からもらったからっていう、それだけは怒られましたけど、なんか。出ちゃうんだよね。なんだろうね。きっとあの人たち、男子とか後半言ってたのは、あって、たけしもよ、爆笑もよ、なんか、先生って言うんだよ、みたいな。先生と取るんだよって。はい、はい、はい。話し家なんてそこら辺のもんだから、みたいな。なんか、いいな、お前ら、自然で、みたいな感じになって。なるほど。でも僕らそれすらも、いや、別に自然でしょ、別に。うん、おじいちゃんなんだから。っていう感覚で。部屋番でした。部屋番でした。でも、それが、生まれてこるから一度も俺は男子師匠をヘアバンドをしたおじいちゃんに見えたことはない一度もないすごい。いや、ただ、話すことはすごくて、マジで、PPAP やピコ太郎は、もちろん、僕とは別人なんですけど、あの人はずっと、ただこれはやめんなよって本当に言ってくれてて。やめんなよ。音楽ってのは昔からディキシーミュージックっていうのがあってなっつって、親がやる場合には必ず漫才ってのはもともとなんか楽器持ってんだよと。うんうん、で、もう楽器持ってない奴らは喋くりって言うんだと。だから喋くりがいるもんなんだと。だからもう元お笑いは音楽だから、やれって言って。はい、で、イリュージョンだからこれは。イリュージョンだからってずっと言ってくれて。なんかそれは、どっかでなんかあって、必ず NHK とかオーディションとか行って、大人でやってもなんかなとかいうおじいちゃんがいっぱいいるじゃないですか。うん、えらい。したら、うん、これ男子師匠がっていうふうに言うと急に黙るんで。ガンガン免罪符で。これで男子師匠がいいって言ってましたよ、つって。一回出してみようかなって。手のひらがそこで買って。コロリとかすごいね。小坂くんは男子師匠がお墨付きくれて、ピコ太郎はジャスティン・ビーバーがくれるっていう謎の、周りがくれねえのに。人のふんどしが大きいっていう。すごいとこにそのふんどしハマるんだね。ふんどしがでかかったんです。
でも、その、何、なんだ、やっぱネットがすごいのは誰かに刺さる可能、届いちゃう可能性があって。そうですね。やっぱりテレビって、もう出来上がった社会だから、はい、なんかこう、一つ一つクリアしていかないと上に行けないんだけど、はいはい、ネットは誰かに刺さればよかったりとか、それすごいよね。あとは、やっぱりネットは、まあまあ音楽のもんなんですよ。ああ、そんなの考えたことなかった。やっぱり音楽なんですね。やっぱ流行ってるも、うん、TikTok も含めて、やっぱ音楽って全世界共通でバンっていくじゃないですか。うん、でもこれテレビだとじわじわなんですよね、やっぱり、うん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 。でもインターネットってその日で流した瞬間から全員に新譜なんで、うん、だからそうなってくると、ジャスティン・ビーバーがいいって言うと、ブラジルでもアフリカでも香港でもロシアでも、うわっって言った瞬間に数でも勝っちゃうっていう。で、特に、これはなんかその、日本のお笑い業界がって言おうとして今照れてるんだけど日本のお笑いのあり方って関係性をひねるみたいなことが多い。そうです、ね、普段起こらないはずの人が起こるとか、はい、本来、不良っぽい人が実は、いい人だとか、うん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 、そんなのが多い。そうですね、その楽屋でこうなんだけどこうですみたいなのが多いと、それは一夜にしてなかなかできないもんね。そうですね。やっぱりボディーブローと、あと安心感がないとお笑いで起きないじゃないですか。うんうん、この人は面白い人だから、滑っても、なんで今日珍しいねで受ける。で、下手したらわざと滑ってんじゃないかとすら思われるっていう。ええー。だからまあ音楽と、あとまあ英語だったっていうことが、やっぱりなんか全、やっぱなんだかんだ言って僕らって日本人でこんな人歩いてますけど、英語圏に行くと急に黙るじゃないですか。やっぱ英語って、全世界のうちやっぱ20、30億人ぐらいかな、もうネイティブで使ってて、使える人は40何億人いるらしいんですね。うんうん、ってことを考えてったら、やっぱり英語の方が、良かったんだな、後々。でもそんなの考えてないですけどね。でも今、すごいこと言ってるような気がするのは、はい、その関係性の、その、なんて言うんだろうね、この人は本来こういう人なのにこうだと見せかけてこうだみたいことに、みんな若い子飽きてるわけじゃん。そんなの一から追えねえよっていう、ね。男子師匠がこういう人でこういう人でこういう人で、あえて今こうしてますことじゃなくて、はい、急に見て、うわ、この人ヘアバンドしてるおじさん面白いっていう、ね。そうですね。ね、ヘアバンドして難しい顔してるっていうところで受けるかどうかの話だったりするのは。なんか、だからね、ネットやってて本当思ったのは最初2秒で飽きちゃうんで、はいはいはい、その2秒って何かっていうと、かっこいいか可愛いか、なんかあとは見たことあるかないか。まあ、それこそピコ太郎で言えば、はい、とてつもなく奇抜な格好してる。一目で、バカだってわかるじゃん。ね、だからランチパーマで金のジャケット着てんだもんね。で、なんかね、ヒョウ柄ストールしてて。してんだから。で、あれって、なんですかね、もう、みんなの今の若い子って忙しいんですよ。あインスタやって、TikTok やって、メール送って LINE やってどうのこうのって、忙しいんです。暇な人ほど忙しいんですよね、うん。だからその忙しい人の2秒って、きっと物事をゆっくり見る人の2時間に近いと思うんで。うわだから2秒ぐらいじゃないとダメらしいんですね。で、これがきっと僕らと若い子のギャップに将来なっていくのかな。まあそうだよね。だから、テレビのチャンネル数が決まってて、その時やってる番組に合わせて見るっていう、俺らとは、ちょっと情報量もチャンネル数も全然違うし。本当に自由なんです、皆さん。うわだったら、まあ、本当にピコ太郎が流行ったのは一番最初は30代ぐらいの、人で、うん、そっから一番広がったのはやっぱ子供なんですよね。あやっぱ子供は、子供って僕も今子供二人いますけど、子供がハマったら、まんま親もハマるし、で親の知り合いもハマるんで子供1の裏に4いるっていうぐらいな感じだったんですよね。俺すごいそれ思ったのは公園で子供が規制上げてる時ってあるじゃん。はい。あの時に一時期レーザーラモンが流行った時に、はい、公園フォーって入ってた子供がいた時にあそういうことなんだと思った。なんか HG なのにね。HG なのにもかか関係ないのよ。もうでもっと言えばピコ太郎がそれが刺さっちゃえば、はい、それが基本だもんね。なんか本能的なもんだもんね。で、今のまあ、芸能界もそうですけど、一回売れちゃえば、売れてるループに入れるじゃないですか。そうすると、ネットも、YouTube のホットに入れば、ホットループに入れるんですよ。そうすると、今もう6年目なんですけど、PPAP 出してからは、もう5年経ったんです。あ、もうすぐ5年か。ホットビデオで、いつまでも入ってくるんです。あそうすると、子供が見ていくと、子供の中にアンパンマンだ、なんだかんだのとこに、次再生、関連再生でポーンと PPAP が来るんですよ。カニ、ケロポンズとか、ベビーシャークとか入ってくるんですね。で、歌物だから子供はとりあえず見るっていう。だから、それは僕も何にも後付けですけども、
あ、そういう風になった、だからそういうインターネットの時代が来たんだなっていう。いや、なんか小坂くんが今聞いてて感心するのは、それが後付けだったことを忘れないのが偉くない？いや、後付けでしょ。だったらもう相当苦労してますもん。何やってもダメだったんだね。イコールこれが自分の計算上だったら計算おっせえって話じゃないですか。早くやれ、早くやれよっていうこと。計算なわけがない。大抵のやつはそれを後付けだったことを自己洗脳で忘れていくじゃん。いや、無理ですね。無理です。だって、こんなのもう一回起こせたって、こんなの無理ですもん。このバズりって文系のバズりなんで、理系じゃないんで、計算式がないんですよ。うん。後々の文系なんで、うん。我が輩は猫であるって書けば売れるかどうかって話で。うん。だから、どういうこと？どういうこと？つまり、理系って再現性あるじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど。方程式があれば。こうやってやって、こうやって、うん、テレビのドラマタイアップどの、この。でも、このバズりって、自分で言うんですけど、世界中にないんですよ。あれ以降も、あれ以前も、ま、カンナムスタイルかな、サイの、うん、はいはいはい、いつはカンナムスタイル、はい、パーフェクトヒューマンの元祖、はいはい、あれがだからとてつもなくいきましたけど、うん、PPAP 終わった後も TikTok でパッと流行ったとか、うん、例えばキュンですとか、うん、あったけど、あれ日本の話で、うん、世界まで行くっていうのはちょっとベビーシャーク的にはちょっと流行ったかなっていう、あ、まあ今 BTS がありますけど、ちょっと BTS はまだ別物なんで、だからそういう意味ではこれも再現性ないなと。60億の人がやって次できてないってことはもうこれ無理じゃないですか。海外結構行ったでしょ。まあプロデューサーとして行きました。一緒に40カ所ぐらい行きました。どこ一番すごかった？これはな、感動したのはフランスですね。フランスの凱旋門に行ったら、うんうん、人が来すぎて警察が帰れって言われたっていう、凱旋門でピコ太郎が人が来すぎるからお前帰れって言われた瞬間になんかざまあみろと思いましたね。どういうこと？凱旋門って見させてもらってる感じがするじゃないですか。あ、パリの凱旋門ですよ。シャンゼリゼ通りをぐーって行って凱旋門で見て、あのタワーをね、うん、見る、エッフェル塔を見る、あそこをピコ太郎が歩いたら地元の人とか旅行者がうわー来て、警察が来ちゃって警察に帰れって言われた瞬間がなんか、でその後ライブやったら7万人来たんですよ。観光地側が、俺にとって邪魔だから来ないでくれっていうことってすごいよね。これって、なんか、ロビンマスクのちょい上に入れたっていうね。ちょいちょい例えが AM の昼間だとわかんないことがあるんだけど。さあ、一回 CM 挟みます。今日は小坂大魔王に来てもらってます。いえ、楽しいです。サンデー。日曜の朝を笑顔に、ワンジェイ。7月4日のゲストは千葉県出身の俳優高橋英樹さん。英樹さんとは最近ドラマで共演して、英樹さんの元気の秘訣についてお聞きしたいです。全国32局ネットの生放送 1J は日曜日の朝8時から。片覚えやっかいね。もう一生分の勇気出して告白しよう。その音はシェアするだけできっと気持ちまでバレてしまう。優しい。気になったラジオ番組を共有できるシェア機能。世界を広げる音がある。ラジコ。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。ラジオをお聞きの皆さん、60歳を過ぎて保険の見直しをされた方多いんじゃないでしょうか。でも60を過ぎたからこそ入ってほしい保険があるんです。それが葬儀費用を準備できるメモリードライフの葬儀保険。保険料もお手頃です。死亡保険金額100万円コースなら、満60歳女性の年払い保険料は7940円、一月あたりおよそ662円です。これならご自分で払っていけますよね。満89歳までお申し込みできます。今からでも大丈夫。メモリードライフの葬儀保険、資料のご請求は電話一本。フリーダイヤル 0120-244-888 0120-244-888。 メモリードライフ。伊集院光です。最近の車って自動運転とか自動ブレーキとか本当に進化してますよね。でもカメラやセンサーがほんの少しずれただけで誤作動や事故の原因になります。だから自動運転システムも国から認証を受けた整備工場で点検整備を。自動車整備振興会です。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを
TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、今日の関東地方は晴れのち曇りのち雨という天気になります。午後にかけてはだんだん雲が多くなり、夜10時頃からは南側の地域ほど雨が降りやすくなりそうです。でそのまま明日の午前中は広く雨で、本降りのところも出てきそうです。洗濯物や布団干しは今日の早めの時間がおすすめです。で最高気温は今日は27度から29度前後、明日は26度前後と、明日は今日ほどではないものの、やはり蒸し暑さは続きそうです。家の中でも水分をこまめに取るなど、熱中症にはご注意ください。以上です。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。 TBS ラジオ主催伊藤蘭コンサートツアー2021 Beside You and Fun Fun Candies、 10月28日29日中野サンプラザで開催。最新アルバム Beside You からの曲とキャンディーズソング満載のセットリストです。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。時刻は10時25分です。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、お伝えします。外環道の外回りは松戸付近で火災後の調べが続いています。左側が通れず5キロ20分。東環道上りは湾岸市川で4キロ。一般道神奈川県内は国道1号の下り茅ヶ崎駅入り口で2キロ。埼玉では県道越谷八潮線の下り八潮市の八幡小学校前で2キロ近く、千葉は14号の下り船橋の港町で2キロ半。都内は晴海通りの下り勝どき付近での事故の処理は終わりました。渋滞は解消に向かっています。川越街道上りは大山交番前で2キロ半25分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報10時53分頃です。俺の宝物、大型二種免許。ハトバスの路線バス運転士募集に応募してみたら？路線バス？ハトバスは都営バスの一部を運営してるの。チャレンジしたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス、路線バスでぜひ検索を。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバスです。伊集院光とラジオと小坂大魔王とタイガーマスクのマスクとっていう、初代タイガーマスク、佐山悟のマスクですね。試合用の本物。この部分がそこがハマってました。最近デビュー戦のマスクを昨日、注文しました。8万円でした。2万とか一言でいいとこだ。さあ、今日はゲストにお笑い芸人の音楽プロデューサー、小坂大魔王くんをお迎えしております。よろしくお願いします。一番最初に行ったオーディションで、それが同じことをブッチャーさんに言われました。そんな長く喋んなくていいからね。今のボケ、半分、10分の1でいいね。ブッチャーブラザーズのブッチャーさん。これね、はい、小坂大魔王通にとってはすごいことなのは、はい、この後さ、のコーナーに、桐畑通る出てくるのすごくないですか、はい、久々会ったんですよ。上田チャンネルクビになってから会ってなかったんで。で、会って一発目ですよ。俺、体絞ったんですよって。もう、おかしくないですか。あいつが絞ったことなんかどうでもよくないですよ。知らなかった。上田くんが才能を認めて面倒を見てた何人かの中で、そのままきちんと売れたのが小坂大魔王くんで、はい、低空飛行のまま上田くんをしくじってクビになってったのが、桐畑徹だからね。横に浜野もいますからね。さあ、まずお知らせをきちんとします。はい、映画のお知らせを新井ちゃんからお願いします。はい。小坂大魔王さんがご出演されている映画、糸道が現在全国公開中です。はい、主演は駒井蓮さんと豊川悦司さん。小坂さんの出身地でもある青森県を舞台に、メイドカフェで働く人見知りな津軽弁少女の奮闘と成長を描いた青春ストーリーです。小坂さんはメイドカフェの怪しげなオーナー役を演じています、うん、ぜひご覧ください。こうやって舞台が青森で、はい、で津軽弁バリバリ小坂くん喋るの、この中で。いや、僕とか人、芸能生活初めて津軽弁の仕事しました。だってね、
青森のイメージが実はそこまでないじゃん。だからそれこそ伊集院さんのラジオとか聞きながら、うん、僕はラジオで標準語を一生懸命小学校ぐらいから覚えてて、つまり、標準語で笑かす芸人に憧れたんですよ。はぁ。だから津軽弁を使っていく人は邪道だと。うん、自分の中でずるいと。ね。でも逆に今落ち着いたらできるじゃん、逆に言うと。今全然できる。楽勝。なんかもう口がちょっとうまいこと動かないんですよ。え、それはネイティブとしては、今の自分のできる津軽弁はクオリティ低いの？いや、子供の津軽弁です。だから48歳の人が使う津軽弁じゃないですね。あ、それは自分の演技のダメ出しとしてはもうちょっと津軽弁ちゃんとやんなきゃっていう。だから今回の糸道は全編津軽弁で、僕の役がまあ、はい、おっさんなんで、もちろん自分のまんま。だからおっさんの知り合いを真似した感じですね。はぁ、だから僕の中でちょっと気持ち悪いんですけど、でも、みんなが自然だったっていうふうになるんですけど、本気の津軽弁なんで、正直監督もガチガチ津軽弁なんですよ。ほうほうほう。なんで、標準語字幕つけないと絶対わかんないって、言ったんですけど、うんうんうん、監督、とても美人な、監督なんですけど、うん、ひねくれもんでして。女性なのかな？女性です、うん。青森出身の。うん。で、横浜さんっていう方で。うん、で、字幕つけるんですかねとかって悩んだ末で、全くつけずに、うん、パンフレットに全編台本を乗っけちゃうっていう。パンフレットに、後ろ、全部台本なんです。あ、これ違うやつかな？そのバージョンもあるってこと？あ、バージョンもありますよね。台本載ってるバージョンもあるんですよね。おそらく今俺たち貰ってるのは資料のパンフレットだから、いわゆるこの劇場で売るやつがそのパターンなんじゃない？劇場版では全部載ってる。すごいね。そうなん。実際スタッフの何人かは置いてかれたって言ってた。津軽弁にもう置いてかれはするって。だから雰囲気は伝わるよ。いや、本当私見させていただいたんだけど、青森のその市政の人たち、なんていうの、こう、暮らしが見えるし、はい、その言葉がやっぱりリアルだから、すっごく良かったです。で、あれ今現在もああいう生活なんですよ。田舎の方に行ったらおじいちゃんおばあちゃんとああいう生活で、うん、で青森の空といったらもう大体ね灰色なんですね。気温は曇ってるんです。日本海のドヨンとした感じ。だから全面いい景色が最後ぐらいしかないんですよ。ドヨンとしてて、なんかその感じがすごく青森っぽいし、うん、でもその津軽三味線の音もすごい素敵です。あれ用にレンちゃん練習したんですよ。もともと弾ける子じゃなかったんですけど。え、そうなんですか？そうなんです。何ヶ月。そうですね。この映画僕ね、意外と音楽映画だと思ってました。あ、いや、そう思います、最後のライブシーンは本当に圧巻だと思います。僕、全国いろんなところ旅行行くんですけど、はい、一人旅でうろうろしてるんですけど、はい、青森の僕の経験とイメージは、知らないおばあさんが無言のまま餅をくれたっていう。でもその感じなんだよね。困ってた。RPG のキャラじゃないですか。ね、だからなんか。太ってて困ってる人がいるから何か食べ物をあげようっていうのを持ち上げて無口のアプローチでくれる感じっていうのが俺の中の青森です。無口の理由はちゃんとあるんです。伝わんないから。どの道伝わんないから。海外の人にそうするじゃないですか。ああ、なるほど。ほれ、ほれっていう。おいしい、みたいな。だから来た、あ、東京人だなっていう。あ、伊集院さんだということで、全国公開中、糸道という映画です。面白いです。さあ、最後に、今後の夢や野望。はい。まあ今子供生まれたんで、こう、実は子供と一緒にこう仕事ができ、一緒にっていうのは子供を育児しながらちゃんとできないかと思って、もう、ドーンと PPP の金全部使っちゃって、家を作りまして、その家の1階はスタジオにしました。おぉ、すごいすごい、ね、はい。そこでもうレコーディングもできて、で、もう1個の方は動画も撮れるようにして、で、そっち側で今一応各種配信を、今、生放送だと。芸能人が生き残る道は僕生放送しかないと思ってまして。それは、ね、その心は編集しなくてもできる芸を持ってるっていう。なるほど。はい。なるほど。こっちが苦労した、で、手に入れたものはそこだと。もうやっぱ YouTuber には編集では勝てません。なるほど。あの人たちはもうあの専門家、すごいです。でもこっちは生で舞台の上で、この決められた時間でこうやってラジオを見てできる。だからこの生配信を芸能人は歌であり、ファーストテイクとかまさにそういうことですよね。なるほど。一発であの歌が歌える。やっぱ喋りはこういうこと、一発生でいけるんだっていうのなんかできないかなっていうので、ちょっと今後もうライフワークとして、生配信っていうのを YouTube 以外でも。うわでもちょっと、すごくそういう時代が来たのはすごくひしひしと感じてて、はい、今自分も家の中にスタジオを作ろうと思ってて、うん、で、計画少し話してて、ええ、そしたらなんかね、その、
ラジオ局いつクビになるかわからないみたいな状況じゃなくていろいろ喋れるし、はい、そうですね。それはなんかでかいことかなと思う、ね。ただやっぱりこのラジオ局に来てもそうですけど、なんかこうやっぱりソフトの優秀さがすごいじゃないですか。うん、こういう中身を作ってこのテンションが上がる。うん、やっぱり家でさっきまでミルクあげてそのまま下行って喋ってもつまんないんですよ。ちょっとそれもわかるんだよな。面白くないんですよ。スイッチ入んないんですよね。全然入んないです。やっぱこうやってきて打ち合わせをしてどうこうでどうもって言いながら喋るから意味があるんだって。うん、そこが今苦しんでます。さあこれ以上長くなるとですね、桐畑くんが出れなくなっちゃいます。いらなくないですか？いります、いります、いりますか？今日のゲスト、小坂大魔王、ありがとうございました。ありがとうございました。世界800万人が熱狂した和太鼓エンターテイメント、ドラムタオ。TBS ラジオ公演、ドラムタオ2021新作舞台、光は、7月3日から都内6会場で開催します。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人よりお知らせです。国は集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した方に最大3600万円の給付を始めました。今すぐ給付の対象かご確認を。0120-70-7000番 70-7000番。あの亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ大丈夫ですよ。長野新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。みんな大好き大木屋ラーメン。陣内貴美子です。河内薬品からのお知らせです。毎週月曜日は河内ポイント5倍、あれもこれもお得なポイント5倍に。月曜日はぜひお近くの河内にお立ち寄りください。河内。あ、マサ君、今年はどんな人材を求めてるんだい？そうか、オンリーワンパーソンがキーワードなんだな。住まいと暮らしのプロフェッショナルか。お客様を笑顔にするのは楽しい仕事だからな。マサキシゲルも信頼する横尾財務店。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はエアコンの内部のカビや汚れを徹底的にきれいにするエアコンクリーニングサービスを期間限定特別価格でご紹介します。うん、これからエアコンが活躍する時期ですね。でも久しぶりにエアコンをつけると変な匂いがすることありませんか？おー、はい、ありますね。あるですよね。実はあれカビの匂いなんです。つまりエアコンから出る涼しい風で部屋中にカビ菌を撒き散らしているようなもの、考えるとゾッとしますよね。はい、そこで TBS ショッピングで人気の浴室クリーニングでもおなじみのハウスクリーニング会社グッドハウスの掃除のプロにエアコンのクリーニングをお任せください。 TBS ショッピングが数ある会社の中からグッドハウスをおすすめするのには理由があります。実はエアコンクリーニングの作業内容というのは会社によって様々、うん、グッドハウスは見えるところをささっと洗って終わりにするのではなく、エアコン内部にある外せる部品はすべて外して、エアコンの奥に溜まった汚れまで高圧洗浄機で徹底的にきれいにします。プロだね。はい、エアコンの内部にはカビをはじめホコリやハウスダスト、油汚れ、タバコのヤニなどがこびりついて溜まっています。これらが目詰まりの原因で、モーターやファンに負担をかけて冷房の効きが悪くなる上に電気代も高くなってしまいます。ちょっと見ていただきたいんですが、あのペットボトルに入れたこちらの汚い水、うん、実際にクリーニングで出た排水なんです。だってこれ向こう見えないぐらい抹茶色だよねえ、あの表現すれば焦げ茶色だよ。真っ黒、はい、真っ黒ですよね。はい、はい、この泥水がお掃除で出てくるんです。新井さん、今回ご自宅のエアコンクリーニング体験していただきましたが、そうなんです。あの私本当に恥ずかしい話、今の家に住んで7年なんですけど、1回もそのエアコンのフィルターも見たことがなくて、まずフィルターがすごいホコリがあってそれはやれさらにそのクリーニングによって出てきた水が真っ黒で、はい、もう本当、あ、この中で暮らしてたんだって思ったら本当にゾッとしたんですけど、はい、もうピッカピカにしていただきまして、よかったです。何よりやっぱりあの汚
効き目が全然違います。違います。やっぱりすぐ涼しくなるなとか、すぐ涼しくなるし、風強いなと。そうなんですよ。すっごい快適です。感激します。本当にお願いできてよかったなと実感しています。ね、そしてここからが重要なんですが、グッドハウスは汚れを落とした後に防カビ、抗菌、消臭、抗ウイルス効果があって効果が長期間持続するオールチタンコーティングを施します。これが大事なんです。嫌な匂いがなくなるだけでなく、ホルムアルデヒドなどの有害な物質を分解して除去する効果もあるんですよ。仕上げには本体表面にもオールチタンコートされた外付けフィルターを取り付け、表面と内部の汚れを防ぐことでより一層室内にきれいな空気を循環させます。作業時間は1台につきおよそ1時間半、徹底的にきれいにしますよ。クリーニングすると異臭やカビ臭さもなくなってエアコンの効きが良くなり節電にもなりますから、本格的な夏を迎える前の今がおすすめです。それではお値段です、はい、オールチタンコーティング付きエアコンクリーニングサービスは1台でグッドハウス直販サイト価格合計税込み17,600円のところ税込み14,900円です。そして2台セットはさらにお得です。大抵のお宅には2台3台ありますもんね、うん、室外機1台のクリーニングもお付けしてグッドハウス直販サイト価格合計税込み47,000円のところ14,900円引きの期間限定特別価格税込み25,800円、25,800円です。お得、うん、お得です。また自動お掃除機能付きのエアコンや家庭用ビルトインタイプも別料金で受けたまわります。詳しくはオペレーターにお問い合わせください。お申し込みはフリーダイヤル0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもお申し込みいただけます。 TBS ラジオショッピングでした、うん、まあ、ちょっと変な匂いしたり効きが悪かったりして、でもきちんと動いてるから買い替えるのはもったいないよね、はい、なんて人はちょうどいいよね、はい、そうですね、今のタイミングで、ね、見えないところをね本当に綺麗にするといいと思いましたです、ね、はい、ありがとうございました。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。桐畑トールのシェフが行く店のシェフが行く店。さあ、食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を数珠つなぎに教えてもらうコーナーでしたが、小坂大魔王と話し合ってですね、木畑さん、首っていう。いやいや、違う。ないです、ないです。もう十分だろっつう。いや、まだ足りませんよ。まだつなぐ？まだつなぐ。今日つなぐとこも美味しいのね。美味しいですよ。じゃあ自己紹介していいです。はい。おはようございます。蛍源氏の桐畑徹でございます。ちょっと楽しみだね、今週。天抜き。天抜きでございますね。さあ、これが食べられるお店はですね、日本橋にありますお蕎麦屋さん、室町砂場の日本橋本店さんでございます。まあ、天ぷら蕎麦の、うん、そば抜きですよね。そういうことですね。うんうん、で、関西では、この肉うどんのうどん抜きを肉水と言いますが、うん、これ、室町砂場さんでも、天水というメニューで出されてるんです。そうなんだ。もう呼び方が天水って、はい、そうなんですね、うん。さあ、そんな天水はどんなお味だったのか、まずは食の模様をお聞きください。さあ、というわけでございまして、今、私の目の前にですね、天水、天ぷらそばの、お蕎麦がないバージョン。で、どういうのが出てくるのかなと思ったね。可愛らしいサイズのお茶碗。
パッと見あの利休がお茶を立ててこう振る舞うあれぐらいのサイズの器に、まあ蓋がついてるんですが、蓋開けるとですね、器いっぱいにかき揚げのような天ぷらが、おつゆがくたくたに染み込んでますね。そこに別添えでネギとわさびがついてるんですね。エビちゃんいるよ、エビちゃんが。このかき揚げ箸で触るとね、分厚い。これ2センチぐらいあるね、厚みは。ちょっといただきます。うん、エビがでかい。5石ぐらいはあるね。ちょっとお汁いただきますね。お醤油ベースのだし、コクがあって深い味だな。これ冷酒を2号から3号飲みたいかな。絶品でございますという天水でございまして、器割と小さめ、そうですね、だから抹茶出すようなこれぐらいの小さめの器なんですね。これぐらいのっていう、抹茶出すような、抹茶出すような、そうですね、だから丼っていう感じではないんですけども、ただその器いっぱいサイズのかき揚げ、うん、しかもこれもやっぱメインですから分厚く揚げてるあるんですね、うん、で中にこの柴エビ、エビ柴エビね、柴エビ、はい、あとは青柳の貝柱、あー絶対うまい、これがねたっぷり入ってるかき揚げなんですね。あとつゆはこれ本ガツオの厚切りを煮出しにしただしで、濃い口醤油で味付けをしています、うん、でこれもともとメニューにはなかったんですが、これ常連さんに頼まれて出してたら、それを見た他のお客さんが真似をして注文するようになるんですね、うんうんうん、だからそっからあんまり注文入るんで、もうメニューに載せるということになったそうでございました。だからよほどの常連だろうね、もう日に一回行くのが習慣で、うん、今日は蕎麦食う気分でもないんだけどっていう時にも来る人なんだろうね、うんうん、でだからちょっと蕎麦抜きでくれよって言って、うんうん、でそれうまそうだからってことね。そうなんですね。まあちなみに今回天水のご紹介だったんで、まあお蕎麦屋さんに行ったにもかかわらず、私お蕎麦一切食べさせてもらえませんでした。そういう不満とか言っちゃう。小坂大魔王はまあいろいろ紹介できるって言ってたよな。まあいろんな人。ただいいんです。全然蕎麦は大丈夫でした。はい。この日はそんな気分じゃなかったんで。そういう気分じゃないですか。天水の気分だったんで、ね。天水の気分ですから。そこちゃんとしておきたいよ。そうですよ。うん、はい。さあ、お話をお伺いしたのは、代表の村松さん、5代目にあたります。お店は明治2年創業の152年。すげえな、おい。ただね、それ以前からも営業はしていたそうなんですが、あまりにも古すぎて、はっきりとわからないそうでございます。そうだろうね。なんか、お蕎麦屋さんなんか最初はさ、うん、こう、屋台だったりとかするからさ、うんうんうん、ちゃんと構えてからおそらく、記録残ってから152年。資料がね残ってないんですね、うん、でまあこの5代目も小さい頃からお店の手伝いをしてですね、もう小学生の頃には厨房に入って枝豆のヘタを取ったり、この柴エビの殻を剥いたりしてお小遣いをもらってたそうなんですね、うん、だもう早くから家を継ぐと考えていらっしゃいまして、で高校は商業高校に行って簿記なんか勉強されて、で大学でもこの経営を勉強していらっしゃって、その後一度外の空気を吸うためにですね、お蕎麦屋さん以外の会社に勤めて社会の勉強をしようとされていたんですが、まあいろんな会社の情報誌を取り寄せても一向に届かない、うん、で友達に聞いても、いや俺のところには届いてるよと、でおかしいなと思ってこの5代目両親に聞いてみますと、すると両親は他の会社に行かせたくないっていう気持ちでですね、うん、その情報誌が家に届くと全部捨ててたそうなんですよ。もうダイレクトで蕎麦屋入ってほしかった。そうなんですね。ただ、うん、この5代目大学4年の時にお父様の先代が亡くなられるんですね。あら。で卒業後すぐお店に入って、一回お店を立て直してから、そこから調理師学校に通って、そして2年ほど日本料理の店で修行されて今のお店に戻られるというね、そういう経緯でございましたね。まあこれだけ伝統があるお店なんでね、まあ伝統を引き継いでるだけではダメなんじゃないかと、例えば歌舞伎なんか見てもこうなんか少しずつ新しいものを取り入れてると、で自分の店もそうしようとされてるんですが、常連さんなんか言われるかなと思いきや、常連さんは意外と応援してくれて、いろいろとアドバイスまでもらえるそうでございます、室町砂場日本橋本店さんは神田駅から徒歩3分でございます。うん、さあこうなんでしょうね、割とこう老舗シリーズ続いてますけど、そうですね、江戸の、うん、5代目どんなお店行きますか。はい、村松さんにおすすめを聞いておりますので、そちらの模様をお聞きください。
村松さんがプライベートでも行くお店を紹介してもらいたいんですけど、どっかそういうお店ありますでしょうか。ご紹介するのは築地のですね、場外にですね、きつね屋さんというですね、きつね屋さん、ホルモン煮込み屋さん、ホルモン煮込みの専門のお店、専門のお店。じゃあそこでこの一品食べてきて、何でしょう。ホルモンの煮込みですね、味噌煮込み。築地の市場にね、買い出しをしました、今ちょっと豊洲に移っちゃってましたけども、当時からですね、築地の場外ではもう有名なお店でしたね。行ってみると分かるんですけども、あの路面店でやってましてね、カウンターが5席ぐらいの程度のお店で、築地に買い出しをしたものがちょっとね、腹ごなしに朝ごはんがにいただいて、で特にあのお勧めしたいのはですね、昔僕らが行ってた時は、朝仕入れで行った時なので車で行ってるわけですよ。そうするとご飯としてはいただけるんですけども、一杯やるってことはできなかったもんですから、 それが今さすがにこの中でですね、あのテイクアウト持ち帰りはできるようにですね、始めまして、きつね屋さんのホルモンのようてめんちでいっぱいやりながらいただけるっていうんでね、毎週のようにちょっとテイクアウトさせていただいてるんでこれはちょっとそんなに、もうおすすめです というですね、紹介していただいたのは築地場外にありますきつね屋さんのホルモンの煮込みでございます。一気に、まあそばも庶民的だけど一気に庶民的になりましたね。そうですね、しかもこのコロナの影響で今テイクアウトができる、てめんちでいっぱいやりながら。どこすめ。てめんちでいっぱい仕掛けながら。ホルモンは江戸の言葉じゃないけど、ね。でもなんか、テイクアウトだったら。ね。ね。いいですよね。いつでも食べられるもんね。はい。ということで来週は、築地の場外にあります、きつね屋さんのホルモン煮込みのリポートをお願いします。はい。キリハタ君ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。おいしいね。愛に満ち。愛されるスーパーロピア。ロピアで始まるから、試食生活ラブラブロピア。楽しく感動できるスーパーロピア。ロピア。お待たせ。カー君どうしたの？これいい車だよね。じゃーん、マスダオートで買っちゃった。すごい、ドライブが楽しくなる。憧れの車を手に入れたのはマスダオートの中古車。首都高鹿浜橋インター近くと三郷インター近くに4店舗。新車よりコスパ、マスダオート。ここで世田谷自然食品からのお知らせです。今からある野菜ジュースを紹介するんですが、すごく美味しかったのでぜひ聞いてください。それがこちら、世田谷自然食品の16種類の野菜。テレビ CM でもよく見かけますよね。これ本当に美味しいんです。その美味しさからなんと出荷累計1億本突破です。しかも通販限定商品で2年連続売上高日本一。売れているだけあって美味しさにはとことんこだわっています。その美味しさの秘訣は旬。この野菜ジュース、最も美味しい旬の野菜だけを16種類も使っているんです。私もちょっと飲んでみます。野菜本来の旨味がぎゅーっと濃縮されていてとても美味しいです。皆さんにもぜひ一度飲んでほしい。ということで、初めての方限定でお得なお知らせがございます。メモのご用意はよろしいでしょうか。世田谷自然食品の16種類の野菜、初めての方限定の特別価格、1セット10本入りがなんと税込み1080円。しかも保冷温バッグもプレゼント。さらに2セット以上なら送料無料です。ただし一家族様初回の3セットまで。お問い合わせは 0120-775544 0120-775544。 伊集院光とラジオとを聞きましたとお伝えください。お届け返品についてもお電話でどうぞ。ではここで TBS ニュースです。ニュースデスクの豊田彩乃アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。自衛隊が東京と大阪で運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターは、今日から2回目の接種が本格化する期間に入りました。来月末まで続く見通しで、この間大規模接種センターで1回目を受ける新規の枠は限られます。防衛省は予約なしに訪れて夜通し待つなどの問題が起きているとして、
予約がなければ接種を受け付けることはないと強く呼びかけています。センターが開設された先月24日から昨日までは1回目の接種で予約が埋まりました。1回目の際5週間後を軸に2回目の日時を決めていて、今日以降2回目が本格化することになりました。自治体の職員を装い、ワクチン接種の説明ですと言って女性の家に押し入り、性的暴行を加えたなどとして、男が警視庁に逮捕されました。強盗強制性交などの疑いで逮捕されたのは、東京狛江市に住む職業不詳の42歳の男で、今月24日の午後4時ごろ、都内の20代の女性の自宅に押し入り、性的暴行を加えた上、女性の衣服を奪った疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、男は自治体の職員を装って訪れ、新型コロナワクチン接種の説明ですと言い、女性がドアを開けた途端、部屋の中に押し入り、ハサミを突きつけるなどして犯行に及んだということです。さらに男は女性の顔を平手打ちするなどして怪我をさせたということです。調べに対し男は容疑を否認していますが、警視庁は刑事責任能力の有無についても慎重に調べています。メジャーリーグエンゼルスの大谷は27日、レイズ戦に2番指名打者で出場し、9回に25号となるソロホームランを放つなど、4打数3安打3打点でした。月間10本のホームランは自己ベストで、1試合3安打は今シーズン3回目です。また、大谷は今シーズン11個目の盗塁も決めました。大谷はいいところで打てたと語り、いい打席は多いと手応えを感じていました。試合はエンゼルスが6対4で勝ち、連敗を5で止めています。パドレスのダルビッシュはダイヤモンドバックス戦に先発し、6回を投げて6安打1失点で勝敗はつかず、8勝目はなりませんでした。ダルビッシュは初回はすごく良かったと振り返り、その後崩れたが、とにかくチームが勝てるように意識したと語りました。パドレスは5対4で競り勝ちました。この時間のニュースは以上です。ニュースデスクの豊田彩乃アナウンサーでした。新米記者松本穂乃香の研修ログ。7月のテーマは本。その中でも漫画を取り上げます。子供の頃に読んでいたのはチャオと仲良し。今週は私の漫画遍歴をたっぷり語ります。7月2日金曜お昼11時30分頃に放送です。時刻は10時56分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、外環道の外回り松戸での火災による車線規制は解除されました。渋滞も解消しています。京葉道路の下りは船橋料金所で2キロを10分、一般道は神奈川県内467号線の下りは藤沢橋付近2キロ半の渋滞です。都内は東方医大通り下り大田区蒲田2丁目で事故です。トラックとバイクの事故のため下り線が通行止め、上りを使っての片側交互通行です。影響で東方医大通りの下りは1キロの渋滞で沢田から35分、反対上りは綾目橋付近で500メートルを15分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎賞ですが、傘使いなっつけてた おじさんがもしかしてこそ悪い人だったらどうしようと思って素直にご好意を受けられなかったという。はい、長野の白熊タンさんには美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい、その他、メッセージ読まれた方には番組ステッカーをお送りしています。さあ、明日のゲストなんですが、幕開け、クラウド
ファンディングサービス幕開けの共同創業者取締役坊垣かなさん。わかりやすいところで言うと、この世界の片隅にってあの名作映画があるじゃないですか。あれもここで、出資してもいい人っていうのを集めて、で、結局制作費を作って制作されたみたいな。まあその、クラウドファンディング、まあ最近よく聞きますけど、なかなか具体的にどういうことするのみたいなのがわからないので、うん、ぜひ、この坊垣さんに、クラウドファンディングについていろいろ伺いたいと思っております。はい、若い方なんですね。まだ37歳か。そんな、まあこの7月を境にちょっとコーナーの日付が変わりますよとか、それからと新しいコーナーが入って、こう時間の割り振りが変わりますよみたいなことがあるんですけどね、早めに慣れていただきたいっていうのと、あとやっぱりパラアスリートにいろんな話を聞いていて、でその一方で僕はニュースの中では今のオリパラのあり方みたいなものにちょっと疑問を持ってて、でなんだろうね、なんかすっきり応援できる状況になんかなってほしいっていうのが切なる願いなんですけどね、はい、なんかあの実際うまくいかずにオリンピック始めたけどパラリンピックはできないみたいなことすら僕は予想するので、ね、ちょっと複雑ですね。ということで明日も聞いてください。この時間のお相手は新井真希と伊集院光でした。この後はジェンス生活は踊るでお楽しみください。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。